おいーみんなーこんばんは。遊びに来てくれてありがとう。みんなお疲れ様だよー。こんばんは、こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。えっとね、最初にあれだね、待機してくれちゃった人のお名前読み上げするね。あ、大丈夫そう？大丈夫そう？和光さん、待機ありがとう。ただのおじさんも、待機ありがとうじゃよ。ケビワイさんも、ねえすごい、1140いくかね、すごい、待機ありがとうじゃよ。マリアさんも、待機ブリザードありがとう。ヒロスンさんも、待機ありがとうじゃよ。カワちゃんも、遊びに来てくれてありがとう。待機ありがとうね。ニシさんも、待機ありがとう。あ、ジュンさん、いらっしゃい。間に合ってよかったよ。遊びに来てくれてありがとう。あ、タビガラスさんもこんばんは。あ、マサヒロさんも、こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。あ、ゴナユウさんこんばんは。いらっしゃい。ほいじゃほいじゃね。今日はね、スペちゃんの育成1日目ね、やっていこうと思うよ。あ、下月さんいらっしゃい。頑張る。早速画面映すが、ちょっと待ってね。よいしょ。ねえ、今日はスペちゃん、お知らせが届いてるみたいですよ。明日ね、メインストーリーのね、後編やりよるから、そう、それまでにね、ちょっとスペちゃんのね、すごいお話おさらいしちゃおうかなって思っちゃるが、昨日ついつい夜中まで鈴鹿さんとおしゃべりしちゃって。ねえ、お母さんね、ほんと、いや、みんなが応援してくれちゃうおかげで、ほんとにいつもね、配信中にすごいコメントとか打ってくれてから、ほんとにありがとう。あ、メイブ雪風さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。中身は何かな。あ、みんなが言うちょった。みんなが言うちょったんですね。おる？おる？おるかいね。まだ大丈夫。そんなすごいの見かけたらびっくりしちゃう。あ、ねえ、そうじゃねえ、そうじゃねえ、ジュンさんねえ、そう。これまではすごい、うちさん、ほら、みんなの後から追っかけてきちょったからさ、そうそうそう。あ、スカイゼロさんいらっしゃい。ねえ、うちもね、すごい、ようやくリアルタイムでみんなと一緒にね、イベントを終えるからさ、すごい楽しみにしとるよ。ほいじゃほいじゃね、早速。よいしょ。あ、ほんと、マリアさん、ほんと、マリアさん。ねえ、おじさんね、うちもね、そう。お昼寝とは言わんけど、すごい。ね、夜中ぐっすりしながら、すごいね、気になって気になってね、すごい。仕方がなかったが。いやー、どうじゃろ、どうじゃろ。ね、当日がどうなるかはうちもわからんが。ね、またね、すごい、みんなですごい盛り上がれたらよいね。ねえ。ほいじゃ、ほいじゃ。あ、シロさん、こんぶい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。あなたと馬娘のお話は、とても興味深いですね。あ、そうさん、シャカちゃんのストーリーもこれ、キャンペーン中にね、解放しとかんと見れんくなっちゃうが。20日までじゃから、またちょっとね、配信終わった後にちょっとね、触ってみちゃく。一番いいのは、お迎えしてまたみんなでね、配信ですごいやれたら一番良いが。よいしょ。日本一の馬娘になるってどういうことなのか、私、ようやくわかりました。いやー、楽しみ。ほいじゃほいじゃね、早速。夢は日本一の馬娘第1話から見ていくが。あ、旅ガラスさん、シャカちゃんの関連の音楽ばっかり聴いちゃう。ね、
うちはすごいあれだね、アイシールドの、ひるまさんの話題ばっかり聞いちゃるが。ね。あ、そうそう、あれ、でもね、あれだよ、うち最初の配信の時に、バクシンちゃんの前にスペちゃん見ちょったような気がするんよね。なんでこれ、ジュエルついとるんじゃろう。ね、あ、ねえ、そうそうそう。20日に追加される子もね、すごい気になる。鶴丸つよしちゃんとかね、すごい楽しみ。うちはターボシちゃん来てほしいが。ね、楽しみだよね。はい、じゃあ早速、以上。スペちゃんじゃないとこでスペちゃん。ねえ、なんでじゃろう。馬娘トレーナーとして、トレゼン学園での生活を始めてから、早数日。周辺の散策がてら、近くの商店街を歩いちゃるぞ。おばあちゃーん、最後の一箱を運び終わりましたよ。あ、ねえ、メイブさんね、そろそろ来てほしい。モンジューちゃんとか来てくれんかな。まあまあ、早いこと。すまないね、お嬢ちゃん。重かったろ。ねえ、警備ボイスでちょっとうちのちょっとアーカイブ見直す。自分で自分のアーカイブ見直すが初回の配信。おかしいね、タイムスタンプ。スペちゃんのストーリー見たって書いちゃったような気がするんじゃけど。ほんまに？あ、もしかしてあれかな。ダスカちゃんかもしれん。ダスカちゃんかもしれん。ね、すごい。いえいえ。私、地元の北海道にいた頃は、お母ちゃんと一緒に農作業やってましたから。ねえ、みぶさんね、そうだ。交換前のお試しストーリー、あ、お試しストーリーっていうのもあるんね。あ、スカイゼロさんね、あるじゃん。おぐりちゃん、おぐりちゃん、おぐりちゃんね、引き返したの。お野菜の詰まった箱ぐらい、どんと濃いです。いやー、スペシャル、あれじゃね、ネイチャちゃんみたいなすごい、商店街にすごい人に慕われちゃるね、ほんとに。それより、おばあちゃん、痛めた腰の方は大丈夫ですか？ねえ、マコーさんね、頃まだ、まだ今みたいにすごい進行のフォーマットちゃんとすらんかったからね、すごい。ああ、おかげさまでだいぶ楽になったよ。ねえ、ハーフアニバーサリーのストーリー、そうかもしれん。それよりお嬢ちゃん、トレセン学園の子よね。トレーニング中に邪魔しちゃってごめんね。ねえ、商店街に、ね、大人気。本当にありがとうね。あ、そうなんだ、第一話だけ見れちゃったんじゃん。ねえ、このコパノリッキーちゃんはねえ、かまちゃんね、そう思う。来てほしい子いっぱいおるね、本当に。いえいえ、それじゃあ私は学園に戻りますので、少しお大事にしてくださいね。いやー、ねえ、ほんとネイチャちゃんみたい。あら、あの子学園と真逆の方に走って行っちゃったけど大丈夫かいね、もう。ね、うららちゃんとネイチャちゃん、あ、うららちゃんも人気なんじゃん。いやー、心配じゃから追いかけるが。初めて遠出して走ってみたけど、こういうのもいいなぁ。って、ここどこ？迷子じゃね、迷子じゃね。ワンピースのゾロとどっこいどっこいじゃん。スペちゃんはまっすぐな性格だ。親切で頑張り屋で、食いしん坊なエイコ。ねえ、ほんと。ねえ、いや、みんないろいろあるが、ねえ、でもすごいおぐりちゃんとかね、そう、ねんちゃちゃんとかね、そんな感じよね、すごい。ねえ、ほんと、浮かれて帰る方向間違えちゃるが。どうしよう、もうすぐ寮の門限なのに。いや、マコさん、うちもよう迷子になるよ、すごい。近道しようと思ってね、そう、近道しようと思って毎回迷子になるね、ほんとに。ねえ、普段通らん道を通って、そうそう。すっごい苦労しよる。トレセン学院に帰りたいね。大心ちゃん、そうじゃね、大心ちゃんね、あんま食べんもんね、そう。真逆の性格じゃん。でも優しいのは一緒、優しいのは一緒じゃね。え、
あの、あなたは？ねえ、マリアさんにさす、ね、おらんね、おらんよ、そんな子。いやー、マコさんね、うちそー、方向音痴なんよ。直さんといけんね。ね、トレーナーじゃよ、学園まで案内するが。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで門限に間に合いました。あ、よかった、門限に間に合ってから本当によかったね。明日は大事なレースがあるからってつい張り切って自主トレしてたら夢中になっちゃって。アニメみたいに並んで本当によかったね。なんでなんで、治らんね。でも、もうなんかの、ね、あの、生活してからの迷子、あの、ね、近道専用にすればええだけじゃもん。沖縄で迷子で大、2時間近く、大遅刻じゃねえじゃんさん、それ。あ、そうそう、白さん、それ。ね、みんな心当たりないかね？お箸を持つ方が来た。右なの？な。ねえ、和光さんね、すごい報道じゃね、ほんとに。でも私、まだ田舎から転入してきたばかりで、都会の道とかにも全然慣れてなくって、本当に助かりました。いやー、元気で可愛い子じゃね、ほんとに。あ、スペちゃん、ここにいたのね。もう門限なんて書いてないから。西さんはもう迷子にならんの？いや、そうね、マリアさんね、そうそう。遅い時間だよ。ね。ね、次の。どういうこと、どういうこと？お、鈴鹿さん。ご心配おかけしてすみませんでした。鈴鹿ちゃんじゃーん。それじゃあトレーナーさん、改めて本当にありがとうございました。私はこれで失礼しますね。ね、ご丁寧にありがとうじゃよ。ジュンさん、それ本当に大丈夫かいね。いや、ね、東西南北が把握できなくなると迷う。あ、地下鉄の出口本当に迷うわね、あれね。東京とか大阪の駅はすごい迷子になるが、あ、デジタルちゃんと話してるし。ね。いや、和子さんの、鈴鹿ちゃんはまだじゃん、鈴鹿ちゃんはまだ。今一生懸命レジェンドレースで勝たんといけんね。ね、そうそう。あ、エクレアさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ね、新宿は見えきれるね、ほんとに。いやー、よかったね、すごい。あ、梅田も迷うね、梅田も迷宮。笑顔のスペちゃんと小さく会釈した鈴鹿ちゃんは一緒に立冬寮の方へと帰っていった。よかったねー。そんなことがあった日の翌朝。ね、梅田男女もすごいよね。旅ガラスさん、それ、不審者なんだよ。本当にね、本当に迷った時はもうその、最終手段でも使わせてもらうね。おはようございます、トレーナーさん。いよいよ選抜レースが始まりますね。おはようございます。馬娘としての総力が開花を始める本格化。その時期を迎えた子たちがエントリーできる、年に4度の大イベント。ねえ、ジュンさんね、うちもそう、乗り換えですごい迷子になるが。あ、マリアさんいいじゃん、頑張ろう。参加する子たちは全員、ここでしっかりと実力をアピールして、トレーナーさんからのスカウトを受けようと燃えていますよ。ね、あ、月縄さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。きっと今回も、白熱したレースになること間違いなしです。いやー、楽しみ。なんじゃろう、やっぱりスペちゃんっていう主役の子だから、すごい。本当にあの、さっきも和光さん言っちゃったけど、王道な始まり方じゃね、すごく。楽しみ。はい。ですね。これ
まいたんだよね。すごいタキオンちゃんとかがすごいいかに変化球じゃったってことじゃね。トレーナーは馬娘にとっての杖、時に支え時に導き、栄光へと続く旅路を応援してあげる。本当メイビさんすごい。それがあなたの役目です。はい、了解じゃよ。どうか互いに信頼し合えるパートナーと出会えますように。いや、あ、今気がついたんだけど、タズナさんがつけちゃうこの時計すごいかわいい。いいな。それでは行ってらっしゃいませ。ね、緑の天使ほんと。いやでも嘘つきのこともあるからうち許さんね。嘘つき、前回前々回とか忘れちょらんけんね。もうね、天使で、あくまであり天使でもあるね。すごい。こうして始まった選抜レースでは、並み居る強豪ウマ娘たちが次々とトレーナーの注目を集めていった。アイアムナンバーワン。おお、寿司三昧。どこまでも。エルちゃんじゃん。さあ、私と組みたいトレーナーさんはどちらにいらっしゃいますですか。いやーすごい、エルちゃんのこの前のストーリー思い出すな。さあ、レース終盤第4コーナーを回りました。注目の転入生スペシャルウィークは頑張って、先頭との差は2馬身。2馬身結構開いちゃうね。大丈夫かいね。ねえお兄さんね、みんなね、そうそう、最強はエルちゃん、エリコンドルパサーです。そこでスペシャルウィーク、スペシャルウィーク突破できた。すごい、一気に先頭へと踊り出ます。スペちゃんの走るフォームすごい綺麗ねえ、まさひろさんです。まだ調子がいいと天使なんだけど、調子が悪い下振れが来ちゃうと悪魔じゃねえ。2番手をぐんぐんと引き離し、わーすごい、かっこいい。今1着でゴールイン。あ、あやさんいらっしゃい。超見やすけんしょ。うちもね、なんとか勝てちょるよ、頑張ってる。一緒に頑張ろうね。あ、ゴールインすごい。ねえ、ジュンさんね、ほんとの、イベントストーリーよかった。ドーベルちゃんとの絡みよかったね。あれ、あなたは昨日の、見ていてくださったんですね。見ちゃったよ。ねえ、素晴らしい走りじゃったね、ほんとに。ありがとうございます。ちゃんと実力を見せてきたなら嬉しいです。ねえ、すごい、スカウトしたい。トレセン学園に来た以上、必ずデビューして夢を叶えたいですから。いやー楽しみね、スペちゃんの夢。はい、選び抜かれた子たちだけが出られるウマ娘レースの最高峰、トゥインクルシリーズ。トゥインクルシリーズ、そこでたくさん走ってたくさん勝ちたい。誰にも負けないぐらい強くなりたい。そして、あ、ねえ、まさひろさんね、うちもね、一回勝てばよいんだよね、あのレース。ね。今日もちょっとめげずに挑戦するわ。あさって、ねえ、そうね、エルちゃん楽しみ、すごい。エルちゃんが結構前面に出ちゃったからね、すごい。いつか、日本一の馬娘になる。一番立派になった私の姿を、お母ちゃんたちに見てもらうんです。日本一の馬娘、それが私の夢です。あ、ねえジュンさんね、確かに気になる。ねえ、メッシュみたいな感じよね。すごいかわいい、ここね、後ろの結んじゃるのもすごい気になるよね。すごい、髪下ろした時どんな感じになるんじゃろう。スペちゃんはどこまでもまっすぐな目でそう言い放った。ねえ、きらめく瞳の向こうに彼女がいずれ至る、まばゆい未来が見えるかもよ。あれ、もしもし、すみません、私、変なこと言いましたか。ねえ、マリアさんね、そうそう、ツネマルツヤシちゃん、本当に楽しみなんよ、すごい。PV でね、結構すごい、目立っちゃったよね。ねえ、そうそう、
世界最強と日本一の、ねえ、そう。あ、まさひろさんわかるね。後ろ髪の編み込みめっちゃ気になる。ね、うちらもね、そう日本一になるね、そうスペちゃん誘いたいよ。え、担当は、いやー、ここまですごいストレートなお話、久しぶりで嬉しいが。う、嘘、スカウト？いいんですか？はい、ぜひ、よろしくお願いします、トレーナーさん。やっちゃー、すごい、嬉しい。ねえ、すごい担当さんにできた。あ、ゼルクさん、いらっしゃい。公務員、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ね、ああ、いつもあっという間に、あっという間じゃねえ。ねえ、ほんとね、マクオさん。これまでがね、すごい、ウースちゃんの時もね、そう、変化球の連続じゃったから。ねえ、マリアさんね、ほんとそれ、ほんとそれ。モンジューちゃん以降のね、海外のお馬さんも来てくれるんかいねっていう、そこが重要じゃよ、ほんとに。第2話、友達じゃもんね。ほいじゃほいじゃ、再生するね。ね、サクッと、サクッと。サクッといけたぞ。あ、かわいい。なんでこのペロリ顔。選抜レースから数日後、カフェテリアでスペちゃんを見かけた。ごちそうさまでした。人参ハンバーグ美味しかった。おろってなる、おろってなる。ね、人参ソテーも、ね、かわいいよね、本当に。グラタンも最高でした。人参焼きそば、人参グラタン食べたい、美味しそう。ねえ、すごい、お腹すくねえ。ねえ、かまちゃん、ええー、子じゃよ、ええー、子じゃよね、ほんとに。あ、ねえ、悪趣味な風さんね、ほんと、あと16時間後にわかるね。ねえ、あ、カルちゃん、こんぶいぶい、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ねえ、食堂がすごい似合う。その全メニューを山盛り3杯ずつおかわりしてたのに。3杯そうか、それだけなのは本当にすごいよね。食べすぎじゃよ、食べすぎじゃよ。ねえ、お腹すいつるけどさ、うちはちょっと3杯は無理かな。と、その一方で。おーい、エル、大丈夫？ねえ、食費が大変なことになっちゃう。2杯目までは付き合えたのに。スペちゃん、恐るべし。さすがのエルちゃんは無理ね。ねえ、ゴナユーさんね、すごい。リリシースペちゃん、そうそう、クライマックスね、すごい。この育成の方もそうじゃけど、ストーリーの方もね、すごい気になるね。うわ、エルちゃん、どうしてそんなに苦しそうなんです？え、向かいでどんどん青い顔になってたのに、スペちゃん気づいてなかったの？天然にも程がない。ねえ、ワコさんね、すごい。よう頑張ったよ、エルちゃん、ほんとに。エルちゃん、この後模擬レースなのに大丈夫ですか？なんていうタイミングでそんなことしちゃるね。いやー、これ、大丈夫、レースに絶対響くが。大丈夫でーす。お腹は重たいですが、エルは不滅のコントルですから。ちょっとあれじゃね、腹ごなしの運動線と意見が。スタートまでには復活してみせます。ねえ、マリアさんね、せいちゃんがツッコミ間に合わんね。これタマちゃんよ、バンとタマちゃん。もしかして最初からこの展開を狙って。わお、スペちゃん意外と作詞だね。いや、これもしかしてウンスちゃんの、ウンスちゃんと同じ計り事をしちゃったね。太りすぎの手バフダメ。ねえ、ほんと、なんてことに付き合わせとるんで。違いますよ。うわ、エルちゃんしっかりしてください。いやー、エルちゃんこれ大丈夫かいね。
大丈夫ですってば。ピポ。かわいい。口から出ちゃう。ね、えらいことになってしまう。あ、実際にも体重のさ、アニメでもね、すごいえらいことになっちゃったもんね。あ、そうそうそう、音楽の日にあのうまぴょいが流れたんてね。そう、なんかのネットで見たが、うちも見た見た。というかそれよりもですね、スペちゃん、ねえ、スピードの練習踏めなくなっちゃう。前にも言ったじゃないですか、私たちはクラスメートなんですから、もっと力抜いて喋っていいですよって。礼儀正しいところもすごいね、スペちゃんの一面じゃよね、本当に。うんうん、前にも聞いた聞いた、その時もデスデス言ってるエロがそこ突っ込むって思ったけど。そこかいね。確かに言われてみれば、私はこっちの方が話しやすいだけだからいいんです。それより今はスペちゃんです。いやいや、もうエルちゃんのこれが答えじゃ、これが答えじゃないの？そうです、そうだったね。ごめんね、失礼がないようにしなきゃって、緊張してた時の癖がまだ抜けなくって。いやでもすごい、その気持ちわかるが。最初の頃は本当、みんなとうまく仲良くなれるか不安だったから。ねえ、せいちゃん本当いいキャラじゃねえ。同い年の友達も自分以外の馬娘に囲まれるのも初めてだから、だっけ？懐っこいのに変に遠慮しいだよね。うん、確かにね、すごい。あのスペちゃんもね、すごいの、北海道から来ちょるもんね。あ、ね、ボテッとしたエルちゃん、なかなかアニメ、ゲームでこれだったらちびっくりしてしまうが。もっと力抜いて気楽に行きなよ。ほれほれ、私を見習ってもいいのですぞ。ウースちゃんもね、すごい自然体。いやでも育成ストーリーとか見ちゃるとすごいね、演じるというかね、すごいあの大変じゃよなって思うが。あ、旅ガラスさんね、そうそうね、ひとまず次の授業はサボって釣りでも行く？レースじゃなかったの？レース、レースは授業なんとかいね。せいちゃんみたいに力を抜いて。ね、うすちゃんかわいい。できるかな？ねえ、かぼちゃん、そうそう、あのアニメであの二人のお母ちゃんに育てられたって言うちゃったが。ねえ。あ、そこ真剣に悩んじゃうんだ。いやー、素敵なやりとりじゃねえ。スペちゃんは終始友人たちと楽しそうに話をしながら食事をしちょった。ね、おいしいご飯食べればオッケー。ねえ。ねえ、スペちゃんのか、ああねえ、アヤさんね、すごい悲しいお話じゃよね。トレーナーさん、お疲れ様です。人参ハンバーグはもう食べましたか？すっごく美味しいんですよ。まだ食べちゃらん、食べたい、ハンバーグ食べたい。こんなに美味しいメニューが無料で食べ放題なんて、トレセン学園は本当にすごいです。食べ放題なの？え、いいな。ねえ、和光さんね、お刺身食べて美味しいご飯食べれたらうち大満足。大満足じゃよ。それにお友達と一緒にお話しながら食べられるなんて。私ここに来られてよかったな。いやー、よかったね、本当に。ねえ、マリアさんね、いっぱい食べちゃう。あ、食べ放題なのはねえ、シンデレラグレイでもねえ、食費ねえ、そうそう、大学でもすごいね、学食とかじゃったらお金取るんにね、すごいね、ほんとにねえ、人参ハンバーグでねえ、ほんとそう、ねえ、そう、おじさんね、なかなか人参が刺さっちゃうのはちょっとね、ねえ、学園生活楽しんじゃるね、ほんとに。はい、
ルちゃんもセイちゃんも、あとグラスちゃんとピンちゃんも、マコさん 1.5 倍はダメ。それは絶対あのダイエットせんといけんか。リングフィットもっと頑張らんといけん。ねるちゃんいらっしゃい、こうねるねる。ね、エルちゃんもセイちゃんも、ねえ、すごいみんな仲良くしてくれるから。小さい頃はこんな風にお話ししたり、まして一緒に走ったりするようなお友達にずっと一人で憧れるしかなかったので、一緒に木登りたい。いやあ、木登り大変じゃん。そうじゃった、カルちゃんは今現在進行形で配信やっとるんよね。頑張ってほしいが、みんなもね、あのカルちゃんのリングフィットの配信、あのチェックして、あのアーカイブ見て応援してあげてほしいが。あ、アイカさんいらっしゃい、こんばんは。あ、ユージーさん、この前に遊びに来てくれて本当にありがとう。お疲れ様じゃよ。ほんまに一回で挫折しそうじゃった。今、みんなと話したり競い合ったりできるのが夢みたいですね。え、あやさんね、のうちのね、あの知り合いの子とかのねりちゃんも含めてみんなね、いろいろ挑戦しとるけどね、リングフィットはほんと大変じゃね。そういえばクラスのお友達と撮った写真はお母ちゃん宛ての手紙に添えて送ったんですけど、サイレンススズメちゃんとかけっこして痩せんと。ねえねえ、お母ちゃんすっごく喜んでくれて、お隣さんまで走って店に行っちゃったってお返事に書いちゃったんですよ ね。押し入れに買うように頑張らんと。あ、ねるちゃんオープンリーグで、あ、ほんとにすごい、おめでとう。お隣さん家までは5キロくらいあるんですが、その距離を走っちゃうなんて、お母ちゃんってばはしゃぎすぎだぜ。5キロ走っちゃうの嘘でしょ、すごい。いやー、はしゃぎすぎじゃねえ。ね、いやーすごい、思っちゃったのじゃけど。ごめん、今なんて。鳥からさんいらっしゃい。だから昨日の模擬レース、あのまま行けば私が勝ってたのに、なんで刺しちゃうのって言ったの。え、あ、NCO27 さん、チャンネル登録ありがとう。え、それは、でも、私だって、勝ちたいですから。へぇ。でも、スペちゃんはもう担当ついたでしょ。ああ、そういうことかいね。だったら模擬レースなんかで実力見せる必要ないじゃない。私に勝ちを譲ってくれてもいいじゃない。うん、いやー、でも和光さんさ、すごい、うちこの子の気持ちすごいわかるが。みんな嫌な人なんて言わんでよ。すごい、担当さん決まらんかったらこれあれでしょ、プレゼン、ねえ、折れんくなってしまうんじゃない。すごい。いやー、苦しい、苦しいな。私はもう後がないの。早く評価を上げて、トレーナーさんにスカウトされなきゃ。そうじゃなきゃ、間に合わない。ねえ、旅ガラスさんね、そうそう、みんなね、人生かけてそう、ここに来る、トレゼン学園に来るまでもすごいね、みんな。ねえ、すごい。ねえ、すごい。周りと競って来ちょるわけじゃもんね。厩舎が決まらんことはまず。ねえ。いやー、あやさんもそんな。いや、まあ、そうよね。八百長持ちかけるのはね、そう。あ、あんさんいらっしゃいじゃよ、かわいい。そうなんよね、その勝ち負け。ねえ、スペちゃんちょっとね、その、わざとっていうのはちょっと確かにね、そう違うの、違うんじゃよ。アイカさん、これ切ないか。
エクレアさんところ安心さまさん来とるね。いやー、成功してほしいな。私のお母さん、昔から入院してるの。でも最近、病状が良くなくて。もしもの時の話も、お医者さんにされてるの。なんてこと。私のデビュー、楽しみに待ってくれてるのに。ずっと応援してきてくれたのに。これじゃ、アイカさんね、これすごい。切ない、どうしよう。やん、チペちゃんに、すごい刺さる、お母さんの話。そんな。ねえ、お願い。お願いだから、スペちゃん。いやー、次の模擬レースは、私に勝ちを譲ってよ。ね、いいよね。ねえ、マリアさんね、そう、いけんよね、こういう、お母さんがね、そう、入院しとる。いやー、こんなん言えれんよ。ねえ、KBY さんね、いや。ねえ、あやさんね、そう、あやさん、そう、そうじゃよ、たまちゃん、たまちゃんだって、弱音吐かんかったはずじゃよ。私たち、友達、いや、ね、いやそろそろ準備しないとね。行こっか、スペちゃん。ねえ、旅ガラスさんね、そう、でもお気持ちはすごいわかるんよ。気持ちはすごいわかるんだけど、苦しい、苦しい、これ。ねえ、おじさんに実際にこんなことがあったらすごいね。目なことじゃけどね、すごい。ちょ、うわぁ、7着に沈んだ。いやー、ちょっと待って。さっきまですごい順調って言ってお話ししちゃったのに。急に曇り空じゃが。終わっちゃった。今何話？今何話？あ、3話。折り返し、どうなるの、どうなるの、これ。いやー。想像以上にハードなお話しちゃった、今の。ま、旅ガラスさんね、いや、そういうところあるとさ、やっぱりさ、かっこいいところ見せたいが。アイカさんね、そう、スペちゃんの優しさと、いや、スペちゃん優しいから。ねえ、すごい、レースに響いたんだよね。いや、苦しい。ねえ、ぶち切れ案件じゃけどね。早速じゃあはよ。震える指先、焦燥、ねえ、見ていくが。あれ、スペちゃんアニメの主役やってるから結構、ねえ、明るく、終わると、明るく終われると思ったんじゃけどな。7着に終わった模擬レースの翌日、スペちゃんはトレーニングにこそ顔は出してくれたものの、ね、思ったよりも萌えストーリー。ね、なんとか、なんとかなるかいね。なんとかなってほしいね。いやー、見てて辛いよね。よーし、行きますよー。いやー、エルちゃんは相変わらず元気。後ろにおるのはグラスちゃんじゃね。私も譲りませんよ。おー。ねえ、なんくれないさ。ねえ、スペちゃん本当にあの動揺してしまったんじゃろうな。おー。なぎなたで切腹はすごい。事件なんじゃよ、事件。って、あらら？スペちゃん？
いやー、消極とも言える走りに。あ、並走中のエルちゃんも、エルちゃんたちも戸惑った様子。いやー。ねえ、ワコワさんね、同じ生き物じゃもんね。すごい気持ちいい。ドラントキン。いやー、すごい痛々しい。見てられない、こんなの。ちょっとちょっと、スペちゃん、どうしちゃったんですか？いやー、表情が、ねえ、すごい。今にも泣き出しそうで見てられない。いつものキレは、粘りは、根性は、一体どこ行っちゃったんですか？エルちゃん優しいな、すごい。ねえ、やっぱり。こういう時にね、すごい。一番に声をかけてくれるエルちゃんが本当に好き。なぎなたでするのはちょっと難易度高いね、ほんとに。みんなコメントで笑おかすのダーメ。エルちゃん、ごめんね。はぁ、もういいです。すみませんが、並走トレーニングはこれでおしまいにさせてください。うん、今のスペちゃんとは私走りたくないです。エルちゃん。ああ。スペちゃん、ごめんなさい。私も今日はこれで失礼しますね。ねえ、マリアさんね、そう、カオちゃんの言う通りよね、ほんとお友達だし、ライバルじゃもん。ねえ、ライバル。クロスちゃん。ごめんなさい、私。謝らないでください、スペちゃん。私たち、スペちゃんに自分を責めてほしいわけではないんですよ。ねえ、親友だからこそね、ちゃんと勝つ。ねえ、入れて。いやー、これは、トレーナーさんの出番じゃよね、すごいは。スペちゃんのことなんとかしてあげんと。ただ迷いを抱えたまま走るのはとても危険です。心の乱れは走りの乱れ。ねえ、これ怪我にもつながる可能性があります。あれじゃね、セキロの一心さんも言うちょったね。迷えば破れる言うちょった言うちょった。ねえ、友達でしょ、仲間でライバルじゃもんげ。ねえ、楽しい友達。クラスちゃん、焦ることはありませんよ、スペちゃん。ね、一度落ち着いて今の自分と向き合ってみてはいかがでしょうか。うん、スペちゃん、スペちゃん何も悪いことして、スペちゃん何も悪いことしてないのに。ちょうどそのお手伝いをしたいって一番強く思ってくださっている方も。はい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 、はーい、ここにおります。ねえ、これが本当のね、そう、友達。いやー、グラスちゃんね、よ、ねえ、スペちゃんちょっと。いやー、これどうしたらいいの？私、うちこういう時の元気の出し方の、ご飯とかお菓子いっぱい食べるぐらいしか思いつかんよ。ねえ。勝負の世界厳しいね、ほんとに。そうはないよ、誰も。ねえ、結局、ねえ、負けちゃう人と勝っちゃう人出ちゃうもん。あ、ヒロさん、いらっしゃい。公務員。スペちゃんのストーリーがね、予想以上に重くてから結構へこんじゃる。ねえ、いっぱい食べて笑えるようにね、そう。二人気味になっちゃう。ではでは、私はこれで。ごめんね、すごい。レースに影響の出る解消法しか映しないよ、うん。ありがとう、クラスちゃん。なんかね、でもすごい、トレーナーさん。レースのコーナーなんかすごい、力も違うし。全然走れなくなっちゃって。
ちょうど育成始まる前にこんなトラブルが、ね、迷っているんだと思います。あそこなんでうち見とるんだったらなんでそこ止めんかったの。ちょっともういやーでもトレーナーさん、ねえ鈴鹿ちゃ ん, ん鈴鹿ちゃん呼ばんと。ねえ和光さん、そうねえ、あの体に悪いは心に良いって言うからね思い切ってね、すごいあのハンバーガーとかいっぱい食べると良いかも。ねえごめん、声が聞こえてしもうて。そうだったんですね、すみません、きっとびっくりさせてしまいましたよね。ねえマリアさんね、そうじゃよね、そうじゃよね。ねえジュンさんね、そうじゃよ。私もびっくりしました。うちもびっくりした。本当にね、トレセン学園でもこういうやりとりあるんじゃなーって思って、本当にあのね、あの人間さんでいうところのすごいね、体育でのこういうドラマね、ないわけじゃないからさ、すごいね。あの美味しいところ紹介できるけど、ちょっとお財布がちょっとね、万人足りるかいね。これ自分以外の馬娘に囲まれるのも、友達ができるのも初めてで、だから友達に怒鳴られるのも初めてで。いやー、そういうことかいね。いやー、すごいストーリー感が夜ねこんなお話、アニメもすごかったけどゲームもすごい。メンタリストびっくりしちゃいましたね。あんな風に体の中がスイパラなら食べ放題、冷たくなっちゃうものなんですね。いやそれから私変なんです。いや抱きしめてあげたい、もう辛い。前へ行こうって勝とうってすると、あの時の感覚がぶわって蘇って、体に力が入らなくなって。ねえ旅ガラスさんね、そうそうそうなの、そうなのスポコンのね、ほんとそう。いやそこがすごいね、うちも大好きなんじゃけどね。いやまさかね、あのお友達のライバルの子もね、まさかお母さんのね大変なところね、すごい一緒とは思わんかったが。トレーナーさん、どうしましょう。私走れなくなっちゃったんでしょうか。ためになっちゃったんでしょうか。私はどうしたらいいんでしょうか。いや、ああ涙をこぼし始めてんや。これ一緒にうち多分泣いてると思う。その場におったら多分うちも一緒にまんま泣いちゃると思う。これダメじゃん、メンタリスト失格じゃん。ねえおじさんね、あのワンちゃんとかもそうじゃけどね、動物さんすごいね、感情に敏感じゃからね、すごいわかるが、赤ちゃんと一緒じゃね。ごめん。シャトルちゃんね。あ、いやでも、あの、こっちの世界線のトレーナーさんをちゃんと見守ってくれちょるね。多分あの、うちの方が大泣きして、逆に、あの、スペちゃんの方が逆にあの、号泣しとるうちを見たの冷静になる流れじゃと思うか？すっかり。夕方になっちゃいましたね。こっちの日暮れは遅いんだなって来たばかりの頃は思ってたんですが。うん、スペちゃんここにいたのね。鈴鹿ちゃん、ごめんなさい、お取り込みちゃった。ねえ旅ガラスさんね、あの話はずるいんよ。あの話はスペちゃんのね、すごい
お家の事情を顧みるとね、すごい苦しくなるよね、すごい。あ、いいえ、大丈夫ですよ、鈴鹿さん。私に何かご用でしたか？ねえ、ま、ねえ、マリアさんね、そう、何、反面教師的なところを見せて、自立心を養うのが、ムイトレーナーだよ。その、寮にお母様からのお手紙が来てたから、早く届けてあげようと思って。ねえ、鈴鹿ちゃんの上目遣い反則、ねえ、かわいいよね、ほんとに。スペちゃん、いつも楽しみにしてたでしょ？だから。そうなんじゃ、かまちゃん。ねえ、お馬さん繊細者と、なりふーちゃんのね、涙のお話とかみんなにね、聞かせてもらったのね。あれ思い出すが。鈴鹿さん、ありがとうございます。わざわざすみません。ねえ、鈴鹿ちゃん優しい。ねえ、鈴鹿ちゃんとスペちゃんはね、ルームメイトじゃもんね。モナ、モナはいいよ、モナはいいよ。同じ？はい。お母ちゃんが送ってきてくれるお手紙、最後に書いてあることが、いつも同じなんです。お母ちゃんからのお手紙、ね。いやー、それ言われたらすごい、苦しい。スペが、いつでも幸せでありますように。お母ちゃんはずっとずっとそう言ってくれるんです、うん、育ててくれたお母ちゃんも、それから産んでくれたお母ちゃんも。ねえ、すごい素敵なお話。ねえ、和光さんね、そう、ウマ娘のいいところは、そのね、オステューカな子のすごい熱い面が見れたり、ね、普段ね、すごい不思議な子じゃったり、テンション高い子たちのすごい、ね、他の子たちと同じような人並みの、馬娘並みなところとかね、そう、見れるのがすごく、このゲームの魅力じゃと思う。産んでくれたお母ちゃんは、私が目を開けるより先に亡くなりました。顔は、写真でしか見たことありません。そうなんじゃ。でも、生みのお母ちゃんの親友で、私を育ててくれたもう一人のお母さんが、あやさんね、それはもう、絶対失敗できない。ゴルスちゃんの育成派よ。やってみんといけんね、そうなるといよいよ。生みのお母ちゃんは、最後の最後まで、私の幸せを願っていたよって。その気持ちが私の中にはいっぱい詰まってるんだよって。ねえ、ジュンさんね、そう、マリアさんね、ティナさん、すごくいい人すごいでしょ。私にはお母ちゃんが二人もいて、二人とも本当に素敵なお母ちゃんなんです。いやー、二人のお母ちゃんもすごい喜んじゃると思うよ。本当に素敵な、あ、イーグマッシュさん、いらっしゃい、公務員。ねえ、ティナさん、ねえ、スペちゃんのお母さん、ねえ、すごいね、ええ人だよね、すごい人だよね。なのに私、何してるんだろう。ねえ、娘の幸せを願わない親はね、ほらいよ、ほらいよ。ごめんなさい、トレーナーさん。私、少し、あたりを走ってきます。ねえ、そうじゃね。ああ、スペちゃん。ねえ、ジュンさんね、いやー、うち初めて見るけど、すごい胸が苦しくなっちゃう。これさぁ、なんかさぁ、ねぇ、なんかなんじゃろう。スペちゃん自身で乗り切らんと乗り越えんといけんことじゃからさぁ、すごい、難しいね。
第4話、友達だから。いやー、もうなんかもう、エルちゃんがなんかしてくれそうな気がするね。早速早速、再戦するね。あ、ムケロニットさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、吹っ切れてくれるといいんだけどな。外へ走りに行ったスペちゃん。彼女の帰りを待ちながら、ねえ、どうすべきか迷う。考えちょるでよ。いや、どうしたらよいの？日本一玉娘になるという大切な目標を持ちながら、迷ってしまった彼女に、トレーナーとしてしてあげられることを。あれ？トレーナーさん？待っててくださったんですか？もうこんな時間なのに。いや、考え事しちゃった。明日一緒に出かけようかいね。お出かけ？お出かけ。でも、お出かけでそうしてあげるね。ねえ、そうそう、後編前にね、そう、予習じゃよ、予習。そうそう。ねえ、マリアさんね、日本の総大将じゃもんね、そう。主人公じゃん、やっぱり。中山リエス城。カラオケ。ねえ。デートじゃ、デートじゃ。1着はサイレンス鈴鹿、鈴鹿ちゃんのレース、見事な走りでした。いやー、この前のウンスちゃんみたいなすごい走りしとるんじゃろうな。東京競馬場かね、ここどこじゃろう。いやー、スピちゃんの目がすごいキラキラしとる。ねえ、シャルちゃんとやったの、同時視聴みたいな、うちみたいになっちゃる。それに会場もすっごい歓声。耳がキーンってなりますね。ねえ、タッキーさん、いらっしゃい、こんばんは。そうじゃん、そうじゃんよ。エルちゃんと姉さん。ねえ、いや、ねえ、エルちゃんとグラスさんにちょっと怒られてしまったから、ちょっとね、トレーナーと二人で今ね、すごい頑張っちゃるところ。すごいな。クルシリーズはやっぱりナマラすごいです。ナマラすごーい、ナマラすごーい。ね、あ、ヘクターさんいらっしゃい。ヘクターさんいらっしゃい、ヘロー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、サウディ、サウディやちょっと待ってね。いやー、スペちゃんね、すごいこれで元気になってくれるといいんだけど。サワディ、サワディ。サワディじゃね、サワディ。ヘクターさん、サワディ。ねえ、そう、このタイミングでスペちゃんのキャラストーリー見るのは本当に上がる。ねえ。あれ？いつからだっけ？小さな頃からずっとここで走りたいなって思ってたので、改めて聞かれると、ねえ。あ、そうだ、思い出した。さわやかサワディ。確か2歳くらいの時、お母ちゃんとドライブしてたら、おばあちゃんが道で苦しそうにしてるとこに出会ったんです。うん、そんなことが。何か病気の発作だったみたいで、すぐお医者さんを呼ばないとだったんですが、電話でそんな。マリアさん、カンバディじゃないが、カンバディじゃないが。だから私、診療所まで走って行ったんです。思いっきり初めての全速力で。おお、お医者さんが一生懸命治療してくれたので、おばあちゃんは無事助かりました。よかった。
私は、あ、ふかふかめしさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ぎゅーって抱きしめてくれて。いやー、すごい誇りに思うよ、すごい。ねえ、すごい。誇りだよって言ってくれました。めちゃめちゃいいお話じゃん。めちゃめちゃいいお話じゃん。あ、ねえ、ラクちゃんありがとう。ねえ、すごい。よーし。はい。あんたは私の、ヘクターさん、おね、ニコちゃんありがとう。こんなに元気に、立派に育ってくれて嬉しい。カビガラスさんありがとう。ヘクターさんヘロー。アイムプレイ、ウマ娘、プリティンダービー。This is PC ゲーム。PC ゲーム&スマホゲームね。ホースレーシングゲーム。This is a home, ホースレーシングゲーム。ねえ、すごい。王道で安心感ある。ねえ、ええー、お話。そうだった。だから私、もっと走って。カビガラスさんありがとうね。ヘクターさんもありがとう。一番誇れる私になりたいって思って。それで、ねえ、すごい。いやー、さあ始まります。本日最終レース、トゥインクルシリーズという大舞台で誇り最終レースを手にするのはどの馬娘か。トレーナーさん、お願いします。もう一度エルちゃんたちと並走させてください。ねえ、ウマ娘って英語でなんて言うたらいいの？ホースドーター、ホースドーター、ホースレディ？お願いします。ねえ、翌日。スペちゃん、もうおしまいですか？だったら一番は私です。ホースガールかね、ホースガール。スペちゃん。ねえ、原点回帰できたの素晴らしい。あ、西さん、海外でも馬娘で通じると思う。ねえ、すごい。国産、ねえ、全国共通語。もうすぐ。まだ少し、体が冷たいや。いやー。あの時のことを思い出すと、やっぱり怖い。だって、みんなと一緒の日々は楽しかった。友達に嫌われるのは怖かった。ねえ、すごい。わかるよ、すごい。スペちゃん、わかるよ、すごい。でも、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あとちょっと、あとちょっと。スペちゃん、それでこそ、いやー、負けちゃダメ。負けませんよ。スペちゃんじゃってこれからじゃねえ。そうだ、勝つために私は走る走る走るんだ。だってそのためにここへ来たんだから。ねえ、ぶっちぎれ。友達だけど、嫌われるのは怖いけど、それでも私は私のために、誇れる私になるために走るんだ。いやー、すごい。めちゃくちゃいいよ、お話。ねえ、いけいけ。勝つためにはね、すごい苦しいけど、でもね、自分のために頑張らんといけんよね。ねえ、末脚末脚、末脚末脚。スペちゃんは最後まで二人と全力のデッドヒートを繰り広げた。いやー、みんなすごい頑張って走りよったね。スペちゃん、グラシアス、グラシアスね、ナイススペマシリー。グラ、
本気で走ってくれました。だから私も本気で走れました。あ、アイカさんお疲れ様。おやすみなさい。ありがとね、すごい配信頑張るよ。また遊びに来てね、アイカさん待っちゃるよ。ねえ、スペちゃんよりも熱い感じね。する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 。そうやって本気をぶつけ合えるから、私たちは一緒に本気のその先へ行ける、成長できる。だからグラシアスです。いや、うちやっぱりエルちゃん好きかもしれん。いやー、推しが、いやー、キングちゃんが1位なのは変わらんけど、いやー、エルちゃんの押し上げもすごいんよ。これも好き、エルちゃん。これからも友達としてライバルとして。ねえ、これぞスポコン、これぞスポコンだよ。いやー、切磋琢磨しまくりでーす。ねえ、僕らは一人では強くなれない。ねえ、ほんとにそう。いやー、いやー、でもやっぱりキングちゃんかな。いや、でもエルちゃんがすごい、どんどんね、すごいグイグイ来るんよ、ほんとにすごいね。いや、うちも大好き、うちも大好き。いや、順位をつけること自体がさ、すごいおこがましいっていうかさ、でもすごい好きなの。あ、サグラリンさんいらっしゃい、ヘロー。エルちゃん、うん、うん、そうだね。いやー、すごいいいストーリースペちゃん、スペちゃん、さっきからあそこで見てたあの子、スペちゃんにお話があるみたいですよ。あの子は、あ、スペちゃん、ごめんね、私どうかしてた。調子が悪くて焦ってて、スペちゃんにひどいこと言っちゃって、本当に本当にごめんなさい。いや、よかった、よかった、よかった。ねえ、サフラディーさんね、本当ハッピーエンド、ハッピーエンド。ねえ、すごい、この子の気持ちもすっごいわかるんよ。すごいよ、よ、勇気出して声かけてくれたなって思って、すごい嬉しい。大丈夫、もう気にしてないよ。だからそんなに泣かないで。これあれじゃねえ、うちトレーナーさん横で大泣きしとるやつじゃね。またよかったね。代わりに次は正々堂々レースしよう。あなたは私に勝ってデビューを目指して。私もあなたに負けないよ、全力で走るから。いや、うち、あの、いやー、このモブの子も映してほしい。いや、うちこういう子もすごい応援したいね。この子の担当になる世界戦も欲しい、すごく。いや、ほんとね、そうね、和光さんね、ほんとにちょっとね、最後あのこのね、気持ちを飲み込んで前に進むんかなって思っとったら、よかった、すごい落としどころが来て、ほんとに。あ、ねえ、おじさんに、グラスちゃんも好き。ねえ、そうそう、みんな大好き。ねえ、マリアさんね、ほんとそう。スペちゃん、はい、たくさんトレーニングして、全力のスペちゃんに勝てるよう頑張る。ねえ、二人もすごい。笑顔じゃもん、すごい。うん、一緒に頑張ろうね。ライバルとして、友達として。いや、よかった。ちょっと普通にじんわりと涙が。いいゲームじゃねえ、本当に。トレーナーさん、ありがとうございます。私に大切なことを思い出させてくれて。よかった、スペちゃん、スペちゃんがやったことじゃよ、本当に。いや、ねえ、うちレース場に連れてったことだくらいじゃもん。いや、ねえ、すごい、ねえ、あの子がすごいね。勇気出して謝れるようになったら、やっぱスペちゃんが頑張って走ったところをね、見せたのあると思う。ねえ、和光さん、そうなんよ。ね、本当によかった。
リアさん青春じゃん。トレーナーさんやみんなと一緒なら私これからも走っていけそうです。ねえ、そう、ジュンさんそうなの。日本一の馬娘に。うちもね、ジュンさんね、この子はきっと強なるよ。この子絶対強なる。ねえ、いやマリアさん、ちょっとあさってはもしかしたらほら暑くてみんなで応援するお話になるかもしれんから、そうね、感動じゃなくてすごい、いやーすごい暑かったねってあれになるかもしれんよ。いやーこれ青春じゃなくてあの育成にも入ってないのに何やっちゃうんだろうね。ねえ、今からすぐ食堂行かんと。あらまあ、スペちゃん、今のって。ね、安心したらお腹空いてきた。ねえ、すごい。ねえ、まさひろさんね、ほんとそう、ほんとそう。タイミング良すぎですね。いやすごく素敵なね、起承転結のお話。いや、たぶん、かわいい。何今の演出すごいかわいい。ね、いや、モックちゃんになっちゃうの。はよーい。ねえ、マリアさんね、すごい。ねえ、どんなお話になるのかすごい気になる。ねえ、鶴丸つよしちゃんのところね、そうそう、あの、前編の読者とのね、すごい、怪我でからすごいね、なかなか出れんねーっていう感じで、ちょっと、ねえ、すごい、ムードメーカーなところあったけど、後編はどうなるんじゃろうね。日本一の馬娘になるって言ってましたね。ねえ、ジュンさんね、最高だぜ。ようやくわかりました。いやー、よかったー、すごい。大満足、すごいよかったー。ねえ、昔のアニメによかったね。落ちエースじゃった。いやー、見応え十分。ねえ、そう、旅ガラスさんね、そうそう。史実をね、どう料理するかね、そう。このね、スポコン路線をね、どうやってくるかね、そう、うちも気になるね。ねえ、ほいじゃほいじゃ、早速。昨日、いやー誰ねーこれ、探してるのラクトさんの、はい、ナイスリクエスト。あ、ねえかわちゃんね、そうそうそう、ほいじゃほいじゃ、早速育成始め。ねえまさひろさんね、あのオチのね付け方はすごい予想外しちゃったね。ジュンさん、ほんまに、今日はね、さつき東京入試まで行きたいな、すごい。うまいことね、半分ぐらい進められるといいんじゃけど。ほいじゃ、ほいじゃ、ね、URA ファイナルでね、スペちゃん、育成頑張るな。はいはーい、星雲スカイでーす。スペちゃん、スペちゃん。はい、スペシャルウィークです。弱火で15分ね、どんな感じで調理してくれるんじゃろうね、すごい。いや、後編ね、すごいフルコースじゃと思うね。ライブという名もね、新メニューもね、ね、出るじゃろうから、すごい楽しみね。お焼き目からじゃね、お焼き目から。まあでもうちのところはね、この前のメイクラのね、おぐりちゃんじゃよね、やっぱり。あ、石山さんちゃん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。スペちゃんの、相性見るが、相性。相性ボーナス。結構二重丸ついちょるね。みんなからもらえちょる。ス
ペちゃんはあのスピードとパワーがいるが、スピードとパワー、あ、和光さんのすごい登山家持っとる、強そうね。そうじゃね、あっさりするのが良いな。ねえ、じゅんさんね、わかる。うちもすごいね。待ち遠しいね。タッキーさんの、横着しちゃダメじゃね。ちゃんと弱火で15分じゃよ。ねえ、みんなと相性良いね。すごい。まさひろさんのね、すごい。会長さんも良さげ。アイリンさんの川上ちゃん良いな。かわいい。勝利の鼓動先行直前、あ、秘めたるもの勝利をこの手に、あ、ねえ、基本的に写真ねえ、さすが日本代表、あ、うちじゃこのアイリンさんの川上ちゃん今回お借りする。アイリンさん川上ちゃんお借りするね。えいしょ。次はデッキ組むな、デッキ。ねえ、パワー、パワー。ちょうど良い、ちょうど良い。ねえ、おぐりちゃん大活躍。あ、いけいけ。ちょっと待って、ちょっと待って。夢中になっちゃってんの、画面の構成変えるの忘れちゃったが。マイルは、マイル適正は元気でも良い？ね。フォロワーさんのが良いな、フォロワーさんの。よいしょ。オッケー。画面違和感なかった。いや、もう今、すごい空白空いちゃるなって思って。もう。ね、いや、うちもすごい、あの、余韻に浸っちゃってからすごい、ね、画面をすごい、おろそかにしちゃったね。どうしようかな。スタミナ。ヒロスンさんのも良いね。あ、ほいじゃほいじゃ、あの、ヒロさんの使わせてもらう。これこれ。これすごい強いスキルもらえるが。スペちゃんの固有スキル。あ、まだみちょらん、まだみちょらん。陸戦情報。フラリンさん、センキュー。頑張る。アイム頑張る。アイム頑張る。シューティングさん、終盤に前の方で相手を抜くと、勢いに乗って速度が上がり、さらに加速力がちょっと上がる。先行と三振。ね、あの、エルちゃんの時にも、すごいあの、ねえ、スペちゃんすごい刺しとかやっちゃった気がする。うちは先行のスペちゃんの方が好きかな、気持ちとしては。これはすごい凸しとるから使いたいでしょ？ねえ。これは青春向けじゃね？これ青春向けじゃね？もう少し、なんか、凸レベルが上がっちょるのは、あんまりないね。あんまりないね。ねえ、全身全霊ね。これ、これ、これ。これ、これ。あんまりでもパワーによって大丈夫、あ、でもバランスは良いのかな？スピードとパワーにめっちゃ、ねえ、すごい曲振りだけど。ねえ、マリアさんね。
あれでしょ、全身全霊ですごいちょっと体力をすごい持ってかれてしまうから、そこがちょっと気になるかな。みんなどう思う？ちょっとね、チケゾウちゃん使うべきかな。いやーでもキングちゃんの、悩むね。一番突しとるの、あね、この辺がすごいね、貫突しとるから、そうそうそう、あ、そうじゃの、あ、ね、スペちゃんの自前で覚えれる。まるちゃんこんばんは、いらっしゃい、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。これからね、育成始めるが、ヤヌイさんもこうむいむい、遊びに来てくれてありがとう。これね、根性つきある根性。レースボーナスがね、確かね、そう。あ、ステータス上保証料がね、そう。スキルで選ぶのもあり。登山家つきよるから、うちちょっとこのカフェちゃんがすごいレースボーナスついてるから、この子にする。ね。これでちょっと攻めてみる。えいしょ。育成開始。ねえ、チケゾウちゃんね、そう。タッキーさんね、そう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 。スキルで選ぶのも大事。今回はちょっとね、サポカのレースボーナス見てちょっとね、これで行ってみようと思う。ほいじゃほいじゃ、育成開始。いやーすごいね、ストーリー見たからすごい、これから育成楽しみじゃねえ。わあ、力が溢れてきますねえ。いやー勝負服かわいいねえ。ケビーワイさん、ワコーさんありがとうねえ。スペちゃんとの本格的なトレーニングがスタートするねえ。スペちゃんとの日々が、日本一のアマ娘をね、目指す戦いの日々が始まるね。あ、ねえ、マリアさんね、うち水着スペちゃんもお迎えできたからね、そう。ねえ、水着スペちゃんもやりたい。あ、コタさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。頑張るね。トレーナーさん、指示をお願いします。ね、育成頑張る。ね、楽しむよ、マリアさん。ね、ワコーさん、日本一ってすごいかっこよい。よ。早速でチョルが。ちょっと試しにやっちゃおう。行きます。あい。およ。あ、追加の実施だね。いやー、この辺のね、お話見ちゃるとね、すごい練習させてあげたくなるんじゃね、みんな。まだまだ。いやー、すごい、おー、すごい、王道のイベントって感じ。選択肢もね、すごい。スペちゃんの感想もね、落ち着いてオーバーワークになってしまうが、ね、ヒントなければ、そう、タッキーさんね、2ターンの間に調子を上げちょかんとね。いや、マリアさんのエクスクラメーション出ちゃったからついつい踏んでしまったが。ねえ、深呼吸深呼吸。強くなった姿、早く。うん、大丈夫そう。今日は何をしますか？早速ね。何でも頑張っちゃいますよ。お出かけ。楽しみです。おお、もう、あ、やっちゃう、絶好調になった。うずうずしちゃいます。おお、もうこれしかない、これしかない、これしかない。いきます。うま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 。およ、どうしたねん。スペシャル人参マシマシ転職。
青春杯とかのエンドカードで見るやつかね、最後のエンディングの1万円のやつ。どうしよう、なまら気になる。いやーでもこれ怖い。いやーこ全然余裕ありよるから、これは上でちょっと安全牌取るわね。バランスの取れた食事大事。はーいね。またあの体力ゲージがね減っちょるときはね、下押すね、下いっぱい押す。レースに勝ったら、そうそうそう、思いっきり食べよう。やったー、よかったね、ドレセン学園。あのトレーナーさんの自腹じゃなくて本当によかったね。シューズの状態よし、ストレッチよし。ねえ、太りすぎてバフが怖い。いつでも始められます。ねえワクワさん、あのアニメみたいなことになっちゃいけんからね、本当に。これかね、以上。登山家、あ、ジュノさん、おかえりなさい。強くなった姿、早くもペちゃんのね、ストーリーね、すごい良かったんよ。今ね、すごいあのほくほく気分ですごい今育成始めたところね。え、まるちゃんね、そうそうそう、今なら何でもできる気がします。トレーナーさん目線ね、すごい楽しみ。ねえ、シューズの状態よし。若尾さん、いや、うちもね、きっと同じ感じになるね、すごい。なかなかスピード上がらんね。ひとまず根性かな。頑張ります。ねえ、マリアさん、アニメ限定だよ。お、なになに、あ、名指導？ありがとうございます。いや、こちらこそ。いやー、トレーナー冥利に尽きるね、すごい。お願いします。今日は何をしますか。何でも頑張っちゃいますよ。ねえ、何頑張ってもらおうかね、すごい。8連続出走とかしてもらおうかいね。あ、あやさん、へいさん、お疲れ様だよ。ねえ、裏でこっそり作ってくれちゃったの。あやさんのね、スペちゃんどうなったんじゃろう。あ、ボテバラ送っちゃう。ほんまに、ほんまに。まるちゃん、それ大事件じゃよ。あ、きちゃん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 。始めます。おお、今なら何でもできる気がします。よいしょ。パンワン来ちゃう。ねえ、マリアさんね、そうそう。あれ？4%！ じゃーん！8連続出走って言うたのがいけんかった。8連続出走って言うたのがいけんかった。いやー、今日はお休みしよう。ねえ、どんまいじゃー、どんまいじゃー。ねえ、やっちゃった。致命傷だぞ、がっかりしろ。にゃー、調子下がっちゃう。いいえ。ねえ、ジノさん、やっちゃった。ねえ、まるちゃんだ。4%、みんなが言うちょった1桁%のやつ来ちゃう。
ねえ、そんなこと言って、ねえ、罰が当たった。8連続出走させようとするね。悪いトレーナーさんには、なんで悪いトレーナーさんに罰が来んのかい。なんでスペちゃんに罰行くね。もう、やめてほしい。いやー、美味しくなーい。マコーさん、美味しくなーい。イエイさん、やっちまったなー。やっちゃったー。あー、下がっちゃうんだ。にゃーにゃー、どうして、どうしてこんなことに。あー、ドリーヌさんやっちゃった。やっちゃうんだ。トレーナーさん、どうし、うちが同化してるよ、もう。ねえ、あやさんで、ね、いや、あの、メイクデビューの前で本当によかった。まだ、うん、立て直しはできるね。立て直しは。ねえ、まさひろさんね、すごい流れちゃったね、今の。ねえ、かまちゃんね、もう。バスケット中構えるしかないじゃない。ねえ、ジュンさんね、そうじゃねえ。そうそう、デビュー前じゃもん。いや、リタイアしない。頑張る。おじさん、ありがとう。ねえ、そうじゃよね。いや、うち負けんよ。あ、ラビニさん、いらっしゃい、こんばんは。あ、ガオイカロス。ねえ。いや、いいな、いいな、いいな。すごい気になっちゃるね、それ。ねえ。お菓子がチョコついてるやつでしょ?すごい。何万円もするガムじゃね、何万円もするガム。ねえ、マリアさんね、かわいそうだ、スペちゃん。ほんとに。ねえ、うちらもね、すごい勝たせてあげたいが。失敗は成功の母。ねえ、旅ガラスさんね、そうそう。こっからね、そう、無理せず頑張ってね、すごい。ね、一番。あやさん、ありがとう。ねえ、とりあえずね、そう、頑張る。ねえ、タッキーさん、ありがとう。忘れずね、医務室に行く。あの。いや、すべちゃんはね、保健室でゆっくりしとけ、ねえ。もう上の選択肢なんてもう絶対ダメ。もう、下一択。あ?ねえ、ラビニさんね、やってしもうたね。ねえ、保健所いや。保健室がいい。保健室直行。よーし。すごい。スペちゃんのね、あの、勝負服すごい。この、あの、色がすごい良いよね。すごい。うちこの、ね、ちょっとあの、紫寄りのピンクっていうかね、すごい。ね、すごい可愛い。マリアさんね、今もう、あの、ヘッポカピトレーナーじゃから、うちは下選ぶよ。保健室という、そうじゃね、あやさんね。スペちゃんにはね、保健室より、食堂の方が似合っちゃるかもしれん。ねえ、やる気満々。ね、ホワイトボそこに目が行きよる?ねえ。食中毒と。いや、どうじゃの旅柄さ、スペちゃんの胃袋はすごい頑丈そうなイメージじゃんよ。ねえ、北海道からね、よう来たよ、ほんと。あ、竹豊さんが来ちゃったね、服が、モチーフね、そう、すごい。
ねえ、よくこんなね、すごい可愛い服に落とし込んどったよね、すごい。よし。はい。逆にこの服、武豊さんに着てもらいたいが、すごい。アニメからさ、実写に逆輸入でちょっと。ねえ。目立つ学校のスペちゃんを周りのウマ娘たちが応援する。ねえ、スペちゃんはね、そう、お茶碗とお箸持ってる姿が一番似合う。賢さが20上がった。これ大事。位置取りとね、スキルの発動ね。シューズの状態よし。本当にまんまなんじゃん。いつでも始められます。ねえ、ちょっとさすがにちょっとアレンジはね、ちょっとちゃんとね、性別に合わせてちょっとね、挑戦はしてほしいけど、指示をお願いします。ねえ、似合いそうじゃね、すごく。ねえ、すごく品がある感じになると思う。ねえ、今日は何をしますか。ねえ、そうじゃね、保健室は頑張っちゃいますよ。イベントたくさん来てお話ね、そう。よいしょ。ありがとうございます。いや、でもこれもね、成功するかどうかがね、そう。和田さんそうなの、和田さんが得意なのね。待ってろよ、行っていいよまで待たんと。スリーゴッテス様、スペちゃんの言葉を聞き、スリーゴッテスたちは微笑んだように見えた。ねえ、旅ガラスさんね、体重管理ねえ、すごい。豊さんすごいもんね。ねえ、マーベラス空間じゃん。あっ、あれ、やったー。いや、意外にサクッと。ダスカちゃんの時とかね、すごい。ねえ、他の子によってはすごいね、一大事件になったりするけんね、よかったね。ねえ、スリーゴッテス。やっちゃおう。なんだか調子がいい気がします。カボちゃんすごい。やめろ。ねえ。壊れたベルトさんが喋っちゃる。悪いベルトさんが喋っちゃる。ねえ、体力に10もらえるのも嬉しい。ギリギリまでちょっとね、お出かけをちょっと、イベントが起こるのにね、治ってよかった、本当に。ひとまずは、パワー。行きます。強くなった姿、はい、早くお母ちゃんに見せてあげたいです。ねえ、ピックアップ出るまでね。いやー、よいしょよいしょ。スピードもいけそうじゃねえ。4%。ねえ、マリアさん、ちょっとギリギリまでちょっと粘る。始めます。はい。ねえ、かわちゃんね、わかるよわかるよ。あそこの C 番すごいね、熱かったよね、すごい。うちチェイスがね、すごいやられてしまったところですごい悲しかったが。ねえ、そうそう、トレーナーさん。ねえ、ラビニさんね、すごいわかる。少し休んでもいいでしょうか。ねえ、やる気ナイス、絶好調。これを待っちゃったんよ。そう、4% 怖い。4% 怖いが。そうじゃね。あ、ロレーヌさんね、そうそう。これはちょっと、理事長さんしかおらんから、お休みで良いと思う。少し重いです。お休み。おはようございます。あ、しかも、やったー、すごい。マリアさん休ませるもん。しかも、むちゃくちゃ嬉しい。バッチリイベント。
よし、布団もかけずに熟睡。やったー、ねえロレーヌさん、やったー。あ、上、断然上。ねえワコウさん、いっぱいじゃん。調整はバッチリですね。あとはスキル145円に何買える？末脚。ああ、登山家買いよる。ねえマリアさん、よかった。末脚割引されそう。登山家買っちゃおう。あ、まだ早い、まだ早い。ごめん、我慢できんかった。早く早くレース。いやー、あ、もういきなり使っちゃった。ごめん、衝動買いしちゃった。先行は行く、先行で行く。ね、いやだってすごい、負けるの怖いんだもん。ここ負けることあるんだもん。だってよいしょ。あこもさんね、うち衝動買いねえ、この悪い癖直さんといけんが、ちょっとね、すごい、あの買う前にこれは本当に必要なもんかいねって、もう一回ちょっとあの胸にお手手当ててね、すごい考えんといけんね。あ、坂もありよるからね。あこさん、ありがとうね。先行なら事故らんね。ねえおじさんね、この時を待っちゃった。ねえ大蔵悪魔の枠の色のピンクの可愛いやつじゃん。こういう時は、ステータス整えてか、ねえ、そう、ラビニさんね、そう。刺しとか追い込みはね、そう、事故が怖いからね。ここは負けられない一番人気。9番、スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。ねえ、まさひろさんね、そう。うちもそう思っちゃったからね、ちょっと。ついね、ついね、すごい、あの、人差し指が動いちゃったね。6番人気、1番、2番、9番人気です。3番、マスカレードアイちゃんとかね、アーモンドアイちゃんとか意識してるのかな。4番、7番人気です。2番人気、むちゃむしゃちゃん。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。8番、4番人気、いい仕事してますね。9番、はい、スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。王道の距離で構想が期待できますね。ロレーヌさんに、この前のウスちゃんの配信でね、ウスちゃんの配信でね、あったからね、油断できんのよ。よいしょ。ね、本能に逆らわずね、そうそう。ね、余裕っしょ、本能覚醒。え、ちゃん、外枠、大丈夫かな？もうブロックはされんと思うね。出走。ねえ、マリアさんね。あの、事故じゃったらまだええんじゃけどね。あの、まあ、もう話してしまうけどね、あの、G3 のね、レースでね、すごいモブの馬娘ちゃんにね、普通に負けてしまうたんね。すごい強かったの。すごい強かったんよ、すごい。いやね、ナンチの心の赴くままに。ね、頑張る。スペちゃんも頑張れ。出走。行きます。本心芝、2000メートル。ねえ、スペちゃん、むしゃむしゃ。美しい青空が広がる阪神レース場。
ターフも絶好の乗馬場になりました。そうなんよ、マリアさん。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。ネームルーマ娘じゃなくてね、そう。3番、2番人気を紹介しましょう。5番、さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気、スペシャルレース。ムシャムシャちゃん、かわいいね。十分、いい顔してますね。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。ねえマリアさん頑張る。マサヒラさんありがとう。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか、はい、しましょう。先行争いは8番、6番、スペシャルウィーク。期待通りの結果を出せるか。1番人気、スペシャルウィーク。8番、会長に飛ばしていきます。いい感じ、すごい。8番、先頭に立ちました。4番、いやー、逃げ残すごい。飛ばすね。流れる展開もありえますね。1コーナーからコーナーへ向かう。先頭は先行にしといてよかった。続いて4番、早くも激しい競り合いに魂開いて。7番、スペシャルウィーク。この位置につけています。大丈夫かいね、大丈夫かいね。6番、後から1番、一馬身離れて。5番、そして打ち目をつきましては3番。ねえマリアさん、すごいわかる。うちも大好き。向上面、順位を振り返っていきます。依然先頭は8番、続きました4番、3番手には7番、それを見るように6番、少し離れて。スペシャルウィーク、外5番、少し離れて。大丈夫かいね。真ん中過ぎたよ、真ん中過ぎたよ。8番、先頭進みますが、これは正解でしょうか。ハイシャムさん、いらっしゃい。各馬娘、ほらー、団子状態の大混戦。これだけ密集馬じゃない子が混ざっちゃう。そうですね、先頭は変わらず8番。ねえ、まさひらさんね。ここからスパート。ありがとね、この前のね、ウスちゃんね。いよいよ直線だ。シューティングスター。誰が仕掛けるのか。まだスター。いけいけいけ。先頭を捉える子は出てくるのか。スペシャルウィーク、うちで様子を伺う。3位、最初に立ち上がったのはいけー、スペちゃん。大丈夫、頑張る。もう行くのね。にゃー、スペちゃん。ちゅー、スペちゃん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 、実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。勝ったのは5番、2着には3番、3着、スペシャルウィーク。1着まであと少し、頑張らなきゃ。あれ、あれ、おかしいなあ。あれ、メイクデビューが流れんな。なんでじゃろう、なんでじゃろう。いやー、なんで3着。むしゃむしゃちゃんが1位。
走りたくて走りたくて、ね、うずうずしちゃいます。あ、まさひろさんね、一応メインストーリー、メインイベント以外はね、なるべくあのテンポよく行けるようにちょっと、ね、短縮はしとるよ。トレーナーさん、指示をお願いします。3つ20丸ついちゃったのに、新聞社さんの予想は3つの丸じゃったのに、20丸じゃったのに、なしてなしてなしてなんでー。いやー、次スウェアスト取りたい。スウェアスト、スウェアストってね、最終的には川上ちゃんのスキル取りたいんだよねー。未勝利戦でね、芝2000のレース探す。今日は何をしますか。今日はね、予定決める。嘘だ、どんどこどーん、どんどこ山で叫ばんと運がないからね。よっしゃラッキーって言ってやる。よっしゃラッキーねえ、まさひろさんね、4% 引いてしもうたもんね。あ、これ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 、4ターン後まだローテンション組めない、まだローテンション組めない。スペちゃんの2戦目があんな感じだった。いやー、シューズの状態よ。なんとかここから巻き返したいが、ダイスちゃんのイベントがあるかもしれん。行きます。ねえ、まずは未勝利戦か担当。まあ、先のスケジュールもね、決まらんな、これ。何でもできる気がします。スタミナも上げちゃおう。頑張ります。ねえ、えっちゃんも来ちゃる。未勝利者とローテ組めない。ねえ、こんな弊害があるなんて。おやすみ。あ、ダイスちゃんのこれはどっちが良かったのかな、上かな。スタミナ走りたくて走りたくて、次もスタミナ上げちゃおう。始めます。そうじゃ、壁、壁ちゃんだよ、壁ちゃん。何を、うちゃんのちょっとメイクデビュー戦で負けてしまったのがショックでからすごい、朦朧としとるね、ちょっともう。賢さ不足。ねえ、スキルはちゃんと全部発動、登山具も発動しとらんかったんかな。あ、タッキーさんね、3連戦しよう。求む個性。いやー、これは相談した。ねえ、向こうさん、すごいショック。トレーナーさん、すみません。あ、上が耐える回復でしょうか。ねえ、マリアさん、落ち着く。危なっかしいな。集中集中、かしこさまあげときたい。はい、ねえ、ロレーヌさんね、ほんと気になる。カフェちゃんの見た目の気性の荒い子なんかな。ねえ、すごいそっくりさんみたいなイメージだよね。すごい。今日は何をしますか。今日はね、今日はね、メイクデビュー見る、歌うの。これは、これは貯金、これは貯金。やーだ、マリアさん、リゼントしたくない。よーし、って。絶対このスペちゃんで、一緒にみんなでウマピョイ見るの。出走。次、縦画面で見る。うちも心臓バクバク。
もうバクバク、いや汗すごい、背中にいっぱい汗かいちょる。で、今度こそ全力出し切ろうね。はい。ここは負けられない一番人気先行3番スペシャルウィーク、むしゃむしゃちゃんは来ちょるんじゃろうね。貫禄すら感じてしまいます。3番人気は6番、6番人気は7番、8番、9番人気です。ねえロレーヌさんね、ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。9番、あれだね、むしゃむしゃちゃんはもう一着取ってデビューしとるね。もう早く放送を期待したいですね。1番、早く4番人気ね、一着になったの、むしゃむしゃちゃんに追いつかんと。放送を期待したいですね。注目の1番人気ね、そうじゃね、どこもね、そうそう、松平さんね、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。芝のコースで力を十。シックスパックちゃんね、すごい強そう。マリアさん、恐ろしいこと言わんで、すごい。うちもね、ここまで一番最初のアオハルハイのね、おくりちゃんの時にもありよったからさ、2回目はもう、今度こそスペちゃん、買ってほしい。出走、けっぱれー、いきます。国枝トレーナーさん、すごい人。上空には灰色の空が広がる、ね、信じる、中浜レース場、天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。両馬場天気持ってくれるといいですね。3番人気には6番、ね、東京は少し不満か。マリアさん、2番人気はこの子、4番、ね、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気スペシャルウィーク、気合い十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ねえ、負けてしまうからね。8番、6番スペシャルウィーク、先頭は8番、神になるしかない。2番手で先頭を伺うのは5番、その内並んで4番、4番手、6番、すぐに続いてスペシャルウィーク、3馬身差9番、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、8番、ローテンション選ぶどうする。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは8番、このままリードすることができるか。続きました、いい感じだね、すごい。5番、位置取りは良い感じ、つけています。5番手には6番、ここまでが先頭集団、先頭は以前、すごいすごい、3着まで来たよ。スペシャルウィーク、そしてその後ろから行くのは4番、5番、並んでくる6番、続いている2馬身、3馬身、サシノコ、サシノコに警戒して、先頭からしんがりまでおよそ8馬身、集団が一つにまとまって混戦状態です。頑張れスペちゃん、集中すると紛れがありそうですね。現在1番手はスペシャルウィーク、1馬身差8番、すぐに続いて6番、アーモンド愛ちゃんは、すごい、さらには9番、1馬身差2番、あとから1番、あとは7番、スペシャルウィーク、1着1着、進みますが、これは頑張れ、あと差しの子に気をつけて、息を入れるタイミングがあればいいですが、間もなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線にかけていきます。勝負勝負、勝負が決まるぞ、まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、スペシャルウィーク、強い、早い早い早い、完全に抜け出した、スキル発動する暇もない、スペシャルウィーク、リードは5馬身、足色は衰えない、2番手争いは1番、ナイス、スペシャルウィーク、これは完璧な勝利です。ぶっちぎり、さあ勝ったぞ、スペシャルウィーク勝利を飾った。2着は1番、3着は6番。わあ、ありがとうございます、次も頑張ります。こんな感じなんだ、スペちゃんの演出かわよーい、よかった。ごなゆうさん、まつひろさん、パチパチありがとう、ケビワイさんもありがとう、ジナさんね、そう、ここからじゃん、ここからねえ。タッキーさんね、最強おめでとう。ありがとう。ねえ、リセット戦で済んだ。ほいじゃほいじゃ、ようやくようやく、だいぶ見れるか。響けファンファーレ、届けどおるまで、輝
来を君と見たいから。わーかわいいねー。いや、むしゃむしゃちゃんが強かったんよ。むしゃむしゃちゃんが、いやーかわいい。スペちゃんにすごい似合う。スペシャルな明日へつながるメイクデビュー、メイクデビュー、響けファンファーレ、届け変わるまで輝く未来を君と見たいから、駆け抜けてゆこう君だけの道を、もっと早く。いやーかわいい。ねーすごい、一気感すごい。フランスちゃんとカレンちゃん、ここの海に見れるすごい好き。この道を、すごい
フィーリングでね、すごい選んじゃったからね、すごい。パワーがでもすごいね、スキルとかは。ね、強強スキルもらっちゃうはずだから。いやー、頑張って一着になってほしいが。手堅いところでファン数ね。ねえ、キサラギ、マイルなんだね。そうじゃねえ。チノさんね。そうそう。いや、大丈夫じゃん、大丈夫じゃよ。ねえ、すごい。頑張れ、うち。中距離、長距離で、結果が出せるところ、行く。キッカー。エリザベス女王杯。ちょっとつけちょこう。行くかどうかも置いちゃいて。あ、ジャパンカップにする、ジャパンカップ。ねえ、なんとかなるね。なるなる。有馬記念。シニアはまたちょっとね、相談、また次回に相談で残しちゃおう。炎症。もういいじゃん、もういいじゃん。トレーニング頑張るじゃん。キサラギ賞ね、優勝目指してやトレーニングするが。よいしょ。あ、いや、大丈夫、マリアさん、大丈夫じゃよ、マリアさん。全然気にせんでいいんじゃから。ね、うちもね、アイリンさんの川組ちゃん、すごい使いたかったけんね。全然気にせんでいいからね、ほんと。ありがとうじゃよ。ね、頑張る。ね、だってほら、見てみて。マエストロのやつもう早速来ちゃるもん。トレーナーさん。ねえ、こっからね、育成本番。にゅ、16%。おやすみ。体が少し重いです。ねえ、マエストロ早めに取りたい。おはようございます。あ、リフレッシュ。大丈夫じゃよ、マリアさん。ねえ。うちも初見じゃから、そうそう。これぐらいがすごいね。配信盛り上がって楽しいね。ね、あ、パッキーさんね、5着以内じゃって、5着以内。大丈夫そう。旅ガラスさん、それはすごい。ね、危険信号なんじゃよ。よーし。ねえ、今日からトレーニングも頑張る。どういかな。走りたくて走りたくて。うんうん、マリアさん大丈夫、ありがとうね。お、うーん、これかな。あ、京都ジュニアステークスね。捨て上げかな。マスヒロさんね、なんしてうちの思ってることをね、すぐ分かってしまうの。こっちもね、ここね、ここね。ウンスちゃんでね、新さん舐めさせられた、ここね。ね、このまま早期決着ね。そうなんだよ、そうなんだよ。そうなんだよ。うーん、ウースちゃんのリベンジ。ウースちゃんのリベンジ、ここで狙う。あ、そう。ねえ、ワコーさんにうちはあるじゃからの、パワーで、パワーで行く、パワーで行く。ねえ、そうじゃね。あ、ほんと追い込みで3着じゃったから。ねえ、吠えちゃったら安心。シューズの状態よし、ストレッチよし。炎症。ねえ、早く来てほしい。今日はひとまずこれかな。いきます。はい、スタミナ。
パス上手。きちゃ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 ー。おー、今なら何でもできる気がします。おじさんね。323円。にゃ、一発も。ねえ、鳥からさん来ちゃう。強くなった。あとはこれ貯金して取るだけじゃね。見せてあげる。次は、スピード。張り切っていこう。張り切っていこう。もうスタミナ上げなくて大丈夫。ほどほどで大丈夫。ねえ、あゆさんね、これ、どうじゃろどうじゃろ。勝利の大フラグかもしれん。ねえ、そうそうね、まこさん。これが乱数調整っていうやつじゃよ。あ、LP プルさんいらっしゃい。今日はね、そう、総大将のスペチャンスしょるよ。どこ行くね。ドーナツ屋さん、ドーナツ屋さん行きたい。あ、スピードにマイナス補正。じゃあ、旅ガラスさんで補正がついても一着になれるぐらい、スピードいっぱい乗せる。ねえ、あやさんね。ねえ、ほんとね、すごい。マリアさんね、そう。カフェちゃんが逆に怒っちゃう。カフェちゃんの方を怒らせてしまったら逆にすごい大変なことなんじゃよ。ライスちゃんはね、すごい、怒っちゃなくてよかった。よし。ではまた。あれ？ん？あれ？まさかこれってスペちゃんだ。大丈夫？すごい、この経験生かしてこう。はい。よーし。ね、お付き合いするか。お願いします。よかった。紐が冷えた。マリアさんのユーチュルね、そう、やる気ダウンイベントかと思ったね、今の。いやー、ハラハラした。ねえ、二人三脚で頑張っていくしかないね、これ。よーし、って。足りちょらんけど。足りちょらんけど。今日は何を。京都ジュニアステークス。タズナさんの予想は本場じゃね、本場じゃね。言うたね、ここ、現実。これ、ちょっと画面キャプチャー撮っちゃく。ねえ、まさひろさんね、よかった。ねえ、マリアさんね、ほんと、びっくりしたね、ほんとに、もう。ねえ、サイゲさんに騙されたね。ほいじゃほいじゃ、
ジュニアステークス出走。ここは負けられない1番人気、5番スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。4番人気は7番成田大臣。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。10番人気、10番チャラチャラチャ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、この子強いよ、ね、この子強いよ。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。7番人気、14番、11番人気は2番、会長3番エアグルーヴ、2番人気です。注目の1番人気、5番、ねえタッキーさん、だって実力は完全に上位ですね。出ちゃったけどさ、貫禄すら感じてしまいます。あんな敗退とかの書き方されちゃうからさ、放送が期待できますね。ねえむしゃむしゃちゃらちゃらちゃ、ねえ和光さん、そうむしゃむしゃちゃんとちゃらちゃらちゃんはもう名前覚えたよ。先行で大丈夫、よいしょ。レース横画面、いや必殺技エースみたいかな、縦画面で見る。ねえ、まさひろさん頑張る。一度枠取りは真ん中ぐらいじゃね、真ん中。よいしょ。ねえ、マリアさんね、すごい。絶好調だね。あの、スペちゃんで頑張る。出走、勝負勝負。いきます。今日と芝、2000m。ティーオルさん、コンブイ、いらっしゃい。上空には遊びに来てくれてありがとうじゃよ。レース場、天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。スペちゃんの育成ね、すっごい楽しいの。少し当たった上位を狙っています。3番人気はストーリーもすごい面白かったしね。この評価は少し不満か。2番人気はこの子エアグルーヴ、ね、ホープフル目指して頑張ってるよ。一心に背負って本日の1番人気スペシャルウィーク。私が一番期待している馬娘、ね、ジノさんね、すごい。いです、ね、トレーニングめっちゃ頑張ったからね、すごい。整いました。いい結果出してほしい。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してますので、ね、コールレースが期待できそうです。先行争いはお米食べろ。成田ブライアン、スビちゃんお米食べろって。ったのは10番、いっぱい食べちょるからきっと勝てる。先頭から大きく離されて2番手は14番、そしてその内を回ってスペシャルウィーク少し後ろから9番、第1コーナーは良い感じ良い感じ。10番、会長に飛ばしていきます。先頭は10番、頑張れ、みんな応援してるよ。2番手のうち先頭を伺うのはスペシャルウィーク、さらには2番、4番手に14番、成田ブライアン、ね、むずひろさんね、さらに9番、応援の王様が来ちょる、応援の王様来ちょる。それを見るように成田大臣1馬身離れてレアグループ、大臣ちゃんも2段並んで、先頭からしんがりまでおよそ10馬身、順位を振り返っていきます。先頭10番、レースはよどみなく進んでいます。続きましたスペちゃんどこ、スペちゃんどこ、4番手スペシャルウィーク、スペちゃんどこじゃねえ。外を通りまして9番、外枠におるね、外枠におるね。少し後ろから大丈夫かいね、大丈夫かいね。1馬身離れて半分過ぎだよ、半分過ぎだよ。エアグルーヴ13番、並んでくる。後方2番手に1番、11番、最後方からという体勢になります。いやここで勝って、ここで勝ってマイスを手に入れるの。お母ちゃん頑張れ、すごい。今の演出すごい良かった。波乱になりそうです。シューティングスター、ここからスパート、一度に迷い、動きます。いけ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 、出てくるのか。400を切りました。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはスペース。すごい、後ろもすごい追い上げてくる。うわ負けるな、けっぱりけっぱりけっぱり、頑張れ。いけやったー、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。京都ジュニアステージを制しました。令和コースヒーロー感いる。2着は14番、やったー、成田大臣。マリアさんもありがとう、ゴナユーさんもありがとう。ありがとうございます。次も頑張ります。ありがとうございます。やっちゃー、ナイス、タッキーさんありがとう、マズヒロさんもジロさんもね、ありがとう。ねえ、サツキ賞の権利取れたかいね。ねえ、マリアさんね、うちもそう思う、うちもそう思う。
よう頑張った。えらい。キングちゃん。キングちゃんじゃん。大丈夫そうじゃよ、大丈夫そう。ねえ、でも、こういう時のための勝負服でもあるけんね。ええ。ねえ、キングちゃん。5000人以上だから権利は取れた。やっちゃう。うん。下を選んでスキルポイント。ジノさんありがとうじゃよ。あ、ゆるっと競馬ファンさん、はじめまして。初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、株上げキングちゃん。ねえ、おじさんね、すごい。いい感じ。ホープフル出る。ホープフル出るよ、マコウさん。いやー、すごいね。元気づけてくれちゃる。もう時間間違えちゃった。かわいい。かわいいんじゃよ。写真撮影で、ね、その後インタビュー。ねえ、マコウさんね、そうそうそうなの。ライバルを意識したポーズがいいかも。いや、上の選択肢も気になるね。すごい、たぎる思いよ。どっちもすごいいい選択肢じゃね。キングちゃんのポーズ。まったく。あ、よし。勝ちたい気持ちがどんどん湧いてくる。いやー、勝負服って素敵じゃねー。ねえ、そう、LP プルさんでもうすぐなんだよ。行きます。あ、ほんと？フラスちゃんで会っちゃった？ねえ、ライバル同士高め合っていこうね。よーし。40円ももらえるの、やっちゃう。トレーナーさん、すみません、少し休んでもいいでしょうか。ちょっと待ってね、先に金ピカスキルのスタジ取るが、これ取る。170円。17%。 ねえ、和光さん、マイストロマイストロ、これにする、これにする。集中、集中。集中。トレーナーさん。カラオケグルメ、何それ。あれね、フライドポテトとかかね。どうもでーす。カラオケで猛特訓。ウィニングライブ。本当に今娘の子は大変だね。普通のトレーニングがなかったら、ライブの練習。いやー。食事は NG だ。うん？わー！ねえ、和光さんにフライドポニトね、すごい頼む。よし。ねえ、お歌の練習。おうおう、ねえねえ、ついてく、ついてく、お願いします。あ、スイープ闘争ちゃんか、フラワーちゃん。ねえ、一緒に行く。ありがとうございます。あ、
ゆるっと競馬ファンさん。ねえ、うちも初めてなんだけどね、すごい。まっすぐな子ですごい、育てちょって楽しい。うんうん。お日様ペッペカ快晴です。あ、これ馬ぴょいの練習じゃん。スローテンポで練習ねえ、すごいねえ、タッキーさんね、そうそう、あとは全部勝ってよい。ふむふむ。ご飯ねえ、チャーハンとか頼むが、ピザに唐揚げ、チーズバーガーに人参スティック、美味しそう。あのさ、一発ほんとさ、これ一発ゲーかって書いちゃるかと思ったら、いっぱいゲーって書いちゃる。もうタッキーさん、もうねえ、こっからすごい快進撃なんだからねえ、和光さんで、ね、これお皿いっぱいになっちゃいそうねえ。ゲームファンさんね、すごい、結構ね、美味しいご飯食べれるんよ、カラオケ。ねえ、栄養も大事。はーい。食事を控えてまで頑張ってます。何その究極の二択。にゃはは。トレーナーさん、何この究極の選択。クリゲ嫌いになったの、シュババになってから。ああ、そうなんじゃん。あ、そう。スペちゃん大変じゃねえ。あ、タネポンさんいらっしゃい、こんばんは。ね、全然お邪魔して大丈夫じゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ね、ね、そうそうそう。ね、すごい、美味しいご飯。上、上。よーし。我慢は体に毒じゃねえ。うん、イエーイ。ね、そうそう、まつひろさんね、そう、なんじゃろう、なんかね、変な話だけど、海の家の焼きそばぐらいの感じがする。にゃはは。あ、そうなんだ、ドーベルちゃんぐらいなんじゃ。いやー、でもスペちゃん、加減してよ、加減してよ。英気を養う範囲だからね。よかったー、さすがに自重してくれたね。シューズの状態。おいでおいで。ホープフルステークス。今日は何をします？言うたね、タズナさん、言うたね。さっきのあれを信じて、ちょっとキャプチャーを取らんで、勘弁してあげるね。はい、ほいじゃほいじゃね、ホープフルステークスね、出走するが。はい。ここは負けられない一番に。ねえ、ラビニさんね、スペシャルウィー。うちもさ、できる30ぐらい回復してくれるんかと思ったが。貫禄すら感じてしまいます。クラシック路線につながる大きな一歩を踏み出してほしいですね。9番人気、9番、10番、13番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を確認してほしいですね。そうなんじゃ、クラスちゃんに。7番人気、11番、
ちょっと厳しいメンバーですが、うまっけだ。演奏を期待したいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。そんなことがあったんじゃ。メンタル面の成功が欲しいです。2番人気は12番ゴールドシル。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。14番、10番人気、4番人気、15番キングヘイロー、17番アグニスパート、3番人気です。6番人気は18番、11番人気、3番、2番、15番人気です。5番人気、5番当選状態、12番人気、6番ここは負けられない、1番人気、7番ねえ、まさひろさんに頑張るか。実力は完全に上位ですね。えいしょ。真ん中寄りの内枠寄りの真ん中、うまいことね、位置取りが言ってくれれば当選状なんちゃんとぶつからんかな。えいしょ。ねえ、まさひろさん頑張る。出走行きます。うわー、かっこいい。ここの映像いつもかっこよくて好き。ホープフルステークス、中山芝 5000m。 誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生する、ホープフルステークス。マニアさん、3番人気にはアグネスパーキル。高評価は少し不満か。2番人気はこの子、ゴールドシップ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気、ねえ、ゆりたき分ファンさんね。そうそうそう、いい顔してますね。みんなから教えてもらってたけど、すごい。いらっしゃい、今のキュウムイさんとかにね、すごい走らされて、あの体重ダイエットさせられちゃうんでね。綺麗なスタートを切りました。誰が先行を抜けますか、注目しましょう。先行争いは4番、度が過ぎると困ったさんじゃね、すごい。先頭は4番、でもすごい元気にね、すごい過ごしてくれてるみたいに、すごい良い話じゃね。そしてその内を回って、きっぱりありがとう、ね、みんな応援してるよ、つくちゃん、きっぱり。馬娘たち、4番、会長に飛ばして行きます。さあ、花に立つのは4番、鳥からさんに、そうそう、かっこいいのないのか、俺、ジャラジャラちゃんとかね、モシャモシャちゃん。落ち着かない様子。依然先頭は4番、続きました、スペシャルウィーク。一番審査、当選状だ。その後ろ、2番、14番、追走。すぐに続いて、16番、一番審査、アグネス・ターキオ。うち、10番、少し後ろから、キング・ヘイロ。2馬身、3馬身開いて、9番、向こう正面に入って、先頭からしんがりまで、およそ9馬身。順位を振り返っていきます。4番、まだリードをキープしています。2馬身、3馬身開いて、スペシャルウィーク、外を回って16番、当選状4番手、すぐに続いて2番、少し後ろから14番、それを見るようにアグネス・ターキオ、少し離れて10番、その後から9番、キング・ヘイロー並んできた。1馬身差18番、少し離れてゴールドシップ、そのうち並んで6番、まもなく第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。スペシャルウィーク、ここで抜け出した。すごい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 、ここまた行こう、ドキオンちゃん来ちゃう。スペちゃん負けないで、頑張れ頑張れ頑張れ、あとちょっと、ニュー独走状態、残り200、2番手争いはアグネスターキオ。ゴルスちゃん来てる、ゴルスちゃん来てる、これは強い。やったー、スペシャルウィーク、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。スペシャルウィーク、一等星の輝きを見せ、クラシックへとつながる道へ、第一歩を踏み出した。勝った勝った勝った。2着はゴールドシップ、3着は10番。わー、やったー、一番、やったー、一番ねー、すごい強いね、おめでとうです、ありがとう。ねえ、すごい、みんなパチパチ、タヌポンさんもありがとう。えいしょ、えいしょ。あ、ゴナユーさんもありがとうじゃよ。あ、ロレーヌさんと難しいの。あ、ほんまに残念じゃん。ねえ、すごい、よう頑張った。ねえ、ラビニさんもすごい、めちゃめちゃ応援しちゃった、すごい。すごい力んじゃった、もう。あ、ねえ、すごい。うちもね、さっきスピ
ちゃんのねお話見ちゃったからね、すごいめちゃめちゃ感情移入しとるからすごい勝てて嬉しい。エンドレスドリーム、見る見る見る。夢のゲート開いて、輝き目指して行こう、みんなで Go to the sky。 集中講師ねえ、ロレーヌさん頑張ってね、応援するよ。ゴルシちゃんの声がすごい可愛くなっちゃる。ねえ、モブコちゃん可愛い。ねえ、モブちゃん頑張った。すごい。ねえ、ゴルスちゃん絶対かぶっちゃうよね、トリカラさんね、すごい。あ、藤木関ちゃん、旅ガラス誘いきっとゴルスちゃんなんじゃろうな。草芝じゃ芝ねえ。あ、ピートワルさん公務員いらっしゃい。ちょうど今ホープフルステークス買ったところ。ねえ、よう頑張った。よう頑張ったね、本当に。えらい。感動した。明けましておめでとうございます。あ、もう一年終わっちゃった。明けましておめでとうございます。ねえ。おじさんね、そう。うちもね、早くゴルフちゃん育成したい。サタのダイヤモンドちゃんとかね、そう。ね、えらい子いい子。あ、ねえ、和光さんすごい順調じゃん。ねえ、よう巻き返したよね、ほんとに。日本一の馬娘になる。と、毛筆で力強く書かれた画用紙を一枚手渡された。後半入りきらず、文字が徐々に、達筆ではないが、スペちゃんの足がよく出ちょる。おぉ、これあとサムネ差し替えチョコ。日本一の馬娘になるね。ねえ、おじさんね、ゴルスちゃんのお歌上手なんよ、ほんとに。回復かスキルポイントか。どうしよう。ねえ、そう、キサラギよね。悩むなぁ。スキルポイントも欲しいよね。でも、キサラギのことを考えると、ステータスも上げときたいよね。ねえ、これからクラシック。いきます。ねえ、そうね、ゆるとさんね、そうそうそう。馬娘さん、お歌上手ね、ほんとに。ねえ、マリアさんね、うちもそう思う。回復かな。
豪快な筆運びに彼女の日本一を目指す思いの強さが感じられる気がする。ねえ、一緒に海賊王になるで。はい。日本一のモ娘 G1 にいっぱい勝つ。ねえ、まさひろさんも一緒？あ、ねえ、そうじゃねえ、すごい。海賊王じゃと思う、海賊王。健康、健康。ふむふむ。ねえ、4% がありうるからさ、4% が。よし。ねえ、タッキンさんね、そう。練習で、練習でフォロー入れる。初詣に向かうと、ねえ、初詣の出店はすごい、美味しいのいっぱいあるね。シューズの状態よし。ストップ。あとちょっと、あとちょっと。救援。トレーナーさん、指示をお願いします。ねえ、ゆるとさんね、そうそう、多分スペちゃんはね、ジャパンカップとかも込み込みじゃねえ。強くなった姿、早くお母ちゃんに見せてあげたいです。牛串、牛串が良い、牛串が良い。イカ焼きも食べたい。お好み焼きも食べたい。よローテーションは、今のところこれで大丈夫かな。12月、ちょっと無理する必要はないかな。ねえ、そう、ゆるとさん、そうなの、スピードとパワー、距離適性をね、すごいね、伏せるぐらいのステータスが欲しい。状態よし。これかな。集中集中、走りたくて走りたくて。はい、ほいでほいで。スピードスピード。あー、でもこっちの方が絆たまりよるね。うーん、パワー、うーん、31円29円。こっち張り切っていこう。あ、根性もね、根性も上げときたい。早く早くレースがしたいです。以上。あー、ぴったりよかった、0円。そうなんよ、和光さん、むちゃんこ悩む。絆ゲージのことも考えたんじゃけど、これからマエストロ取り寄るから、そう、スタミナよりかはね、スピードとパワー両方上げたいが、そうなるとスピードかなーってなったね。あ、ねえ、ねえ、ゆるとさんね、そうそうそう、三連ちゃん大丈夫なはず。あのね、そう、スペちゃんこのままレースいっぱい出して大丈夫かなーって思って、ねえ、すごい。なるべく練習でステータス上げた方がいいかなーって。よいしょ、マイストロー。ほいじゃほいじゃ。日本一の夢に向かって全力疾走。ぴったりしょ、ぴったりしょ。即力、賢さがあれば、シナリオはクリアでき、ねえ、タヌボンさん、ありがとう。調整はバッチリですね。こことね、ここと、ここね、すごい。気をつけて頑張る。8連戦よりはマシ。ねえ、そうじゃよね。大丈夫そう。カズナさんがこう言っちゃうんだからきっと大丈夫。スーソー。G3 という舞台に
緊張覚えつつも気合満タンで、なんて G1 でするから大丈夫じゃよ。ここは負けられない。1番人気、12番スペシャルウィーク、5番人気、13番、10番人気は14番、1番、11番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。4番、6番人気です。5番、9番人気です。15番人気は6番、マリアさんにはフリークママ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、スズカちゃん経験を糧にしてほしいですね。なんでこんなとこに7番、ウォッカさんまで。2番人気は8番、ウォッカ。8番人気は11番。なんせこんな強い子たちが勝つまんちょるね。レース完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。トップスピード、瞬発力ともに、はい、ねえ、タヌポンさん距離適正。タッキーさんや、それも込み込みで20、ね、一番一着いけるっていう予想じゃないのかな。なんでここにする鈴鹿ちゃんとウォッカちゃんとクリークママがおるの。いやーちゅっちゅーそと。ねえゆるとさんね、なんかそうスピードにマイナス補正かかるって聞いたが、教えてもらったね。ウォッカちゃんが怖い。出走行ってほしいスペちゃん。いやここで、ここで頑張るね、スベちゃん。ファイト。キサラギショー、と京都芝、1800m。ねえ、3位までには入るが。けっぱれけっぱれ、スベちゃん。上空には灰色の空が広がる京都レース場。けっぱれ。天気は何とか持ちこたえ、両ババの発表です。両ババ。決まってくれるといいですね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はサイレンス鈴鹿、2番人気を紹介しましょう、ウォッカ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気スペシャルウィーク、気合十分。いい顔してますね。ゲートイン完了。いい顔する。この準備が整いました。スタート。出走。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク、サイレンス鈴鹿、会長に飛ばしていきます。さあ花火飛ばのサイレンス鈴鹿、スペちゃん速い。このままリードすることができるか。鈴鹿ちゃん速い。2番、3馬身離れてスペシャルウィーク、いやすごい鈴鹿ちゃん飛ばしよるが。13番、さらに外から15番、内の方から4番、それを見るようにスーパークリーク、北海道はでっかいの。外から行く10番、少し離れて5番、クリークママとウォッカちゃんも油断できんか。14番、サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の特質にはでもそんなに開いとる感じませんよ。サイレンス鈴鹿、続きました2番、頑張れば追いつける気がする。登山家、登山家、マエストロ、マエストロ、マエストロ来ちゃう。4番、並びかけてきた。少し後ろから動くか。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか。ねえ鈴鹿ちゃん捕まえる、鈴鹿ちゃん捕まえる。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。いけー、仕掛けるのか。まだ差が、ここから先頭を離される、離される。スーペちゃん、シューティングスター。あとちょっとウォッカちゃんも来ちゃう。チュッ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 。サイレンス鈴鹿ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。キサラギ賞を制しました。サイレンス鈴鹿の完勝です。どうだったの、どうだったの。15番、3着に入ったのはウォッカ。ウォッカちゃん、次はもっといい走りがしたいです。惜しい。一着になれんかった、悔しい。いやー悔しい。みんなごめん、応援してくれたのにすごい結果出せんかった。ねーすごい、3着まではいけるかなって思っちゃったのに。ねー悔しい。
次トロフィー欲しかったな。あ、マリアさん全然気にしない全然気にしなくてよいからね。あのこれはあれじゃからの、走っちょる子が強いんじゃから、走っちょる子が強いんじゃから。ねえ、まさひろさんね、すごいスペちゃん検討してくれたんじゃけどね、すごい。いやー、悔しい。ねえ、ケビマイさんね、あの、前にね、そう、あの、ショウくんがね、そう、スペちゃんすごい大変って言ってたけど、こういうことなんじゃな。これはすごいね、苦労するはずじゃねえ、ほんとに。ね、こっからじゃねえ、こっから。そうね、こっから。ねえ、ゆるとさんね、そう、頑張ったけん大丈夫。いやーね、マリアさん、ぐっすり寝て大丈夫だからね。ねえ、そうそう、参りはここだけじゃから。ねえ、すごい。目標達成、やっちゃおう。ねえ、そうそう。本番は、クラシックやさかい。中央なめなめさんから。ありがとね。大丈夫じゃよ、そんな。夜遅くまでせんが。ね、本番こっから。ねえ、トレーナーからの信頼に応えればとして、日本ダービーほどふさわしい舞台はない。おお、ねえ、ゆるっとさんね、そう、こっからスペちゃんの快進撃の始まりじゃよ。トレーナーさん、すみません、もうすぐ23時いいでしょうか。いや、もうちょっとやる、もうちょっと遊びたい、もうちょっとみんな撮りたい。11%。ダビニさん、ダビニさん、あれじゃね、あのメガネかけんといけんか。これで原子増えよる。賢さかな。集中集中。ねえ、マリアさん、ありがとう。これむちゃんか面白かったのお話じゃ、お化け騒動だったけどね。川上ちゃんが犯人ちゃんってやつじゃね。ねえ、サツキショーまで、サツキショー東京ユースまで行けたらね、すごい終わりたいな。これはお休みかな。トレーナーさん、すみません、お休み。はい、バッチリ。あ、ゆるっとさん、ありがとう。ねえ、うちもね、あのスペちゃんがすごい、あの一着になれたからいっぱい見たい。強くなった姿、早くお母ちゃんに見せてあげたいです。ね、物理で解決ね。そう、川上ちゃんのお話すごい面白い。ねえ、ねえ、そう、タッキーさんにありがとう。そう言ってもらえるとすごい嬉しいが。ほいちゃん、ほいちゃん、スピード張り切っていこう。あれ、キッチャーン、スリーゴッテス。あ、ねえ、三女神の像継承開始。ねえ、マリアさん、いや、うちあの、夜によればカフェちゃんが一番、カフェちゃん育成してる時のトレーナー室が一番怖い。ケンさん、力が溢れてきます。あいーん、やっちゃー。うわ、
った今。なんかすごい。みんなが追いちょるのに、うちは追いちょらんのじゃけど。ね、10万馬力来ちゃう。今、金ピカ見えた？うちの、星が3つがいっぱいね、なっちょ、見えちょる。なんか、見えたんじゃけど。あ、川上ちゃんね、そうそう。川上ちゃん好きなんじゃけどね、お迎えできちょらんからね、早くお迎えしたい。すっごーい。さあ、月賞。よーし、ケッパルベー。ケッパルベー。金券賞。あ、本当？本当？やったー。なんかでも出ちょる感じはせんが。金券賞。あ、光に走っていく。あの光が、あ、金色の、え、そんなことあるの？え、へえ、知らなかった。あの、アニメーションの演出に、そんな意味、そんな意図があったんじゃん。ゆるとさんも、ねえ、金券賞でしたね。ねえねえ。あ、タッキーさん行ってらっしゃい。ね、旅柄さんもみんなありがとう、教えてくれてすごい。ねえ、まるちゃんね、すごい。お勉強になった。そんな意味、ねえ、ちょっと、また後でちょっと、アーカイブ見るときちょっとね、見直すが。ねえ、ゆるとさんね、ステータスが。ねえ、すごい嬉しい。あ、お住まいに白っぽいか黄色っぽいか。ねえ、見てみる、見てみる。ほいでほいで。スキルは大丈夫。ねえ。ねえ、あ、だが、ねえ、何も考えずに、馬娘を楽しんじゃる、まぬけが見つかったようだね。ね、あ、相性丸じゃと、発生率、あ、なるほど、ここでその20丸が関係してくるね。すごい、奥が深いゲームじゃん。今日は何をします？タツナさん予想。一着争いいける？言うたね、言うたね。さつき賞、出走。100近く跳ね上がること。すごーい。注目の一番人気、10番、スペシャルウィーク。パドックでの注目を集める夏の風物として、素晴らしい仕上がりですね。季語にもなってます。新しく3冠の1冠目を制す。最も速い馬娘は、彼女かもしれませんね。ね。金券賞。7番人気は11番。金券賞は季語ね、季語。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。12番。16番人気です。12番人気は14番。13番人気16番。ブースちゃん。14番人気18番。中央なめなめさん。シンボリルドルフ。15番人気は早秀ちゃん。6番人気3番。リワハヤヒデ。そうなんだ、ゆるとさんも3ヶ月なんね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。レースいっぱい勝った子は相性良くなりやすい。そうなんじゃ。へえ、レースいっぱい勝つと相性が上がるんじゃね。え、4番11番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、会場さんおる。経験を糧にしてほしいですね。一生懸命走るのですが、そうなんじゃ、メイクラのシナリオと持ちのスピード感と力強さが欲しいところですね。跳ね上がる。5番人気、5番テイエムオペラ王、7番、17番人気です。3番人気は8番、東海帝王、大神ちゃん。4番人気、9番、成田大神。ライバルたちは強力ですが、旅柄さんほんまによかった。期待したいですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。注目の一番人気、いやー、すごいすごいレースになる予感じゃねえ。私一押しの馬娘ですね。クラシック三冠の一冠ねえ、和光さんね、そうそう、マエストルがね、すごい炸裂するが。
オペラ王ちゃんおるし、帝王ちゃんおるし、会長さんおるし、早秀ちゃんおるし、キングちゃんに、ウースちゃん、最強の、ね、BMW の、大神ちゃん、BMW の大神ちゃん、本当に今日も、ドリームチーム、ね、ドリームカードじゃねえ。ねえ、タヌポンさんね、そう、スキルさえ出てくればね、すごい。勝てるはず。スペちゃん、けっぱれ、出走。いきます。ねえ、夢のレース。ほんとほんと、鳥からさんね、そう。夢のレースなんじゃよ。ねえ、三強揃ってるの嬉しい。さあ、通勤賞。中山、千葉、2000メートル。最も速い馬娘が勝つというサツキ賞、成長を見せつけるのは誰だ。人気と実力を兼ね備えた東海帝王、ね、ゆるとさんね、マイソロすごいって聞いてるからね。その評価は少し不満か。2番人気はこの子、親子に挟まれとる。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ジュニア王者スペシャルウィーク1番人気です。若き王者が実力を証明するか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。ねえ、まさひろさんすごい。今スタートが切られました。各馬娘通って綺麗なスタートを切りました。やっぱりやっぱりやっぱり。ホールレースが期待できそうです。さあ、花に立ったのはセリウィンス。みんな応援するか。このままリードすることができるか。2番手の一戦先行を伺うのはスペシャルウィーク。さらに早い早い。そして、ここにつきましては東海帝王。さらに外15番第1コーナー回って第2コーナー、セリウィンスカイ会長に飛ばして行きます。先行はセリウィンスカイ単身で飛ばして行きます。続いてスペシャルウィーク1番審査琵琶林で4番手に2番手東海帝王外から行く。本人を見るように15番14番並んでくる。そして外目をつきましては18番1馬身離れて7番その外並んで13番1馬身差チンボリルドルフ16番追走その内並んでテイエムオペラ王内をついて10番2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。先頭は変わらずセイウンスカイ続きました東海帝王そしてその外を回って15番外を回って18番そしてその内から行ったのは14番一馬審査13番その内並んで7番差がなくテイエムオペラ王外には16番スペシャルウィーク並びかけてきた。これを見るようにジンボリルドルフ12番追走その内並んで成田大志さらに内琵琶早秀そしてその外を回って6番まもなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。先頭は宮田ママこのまま直線で争いになるのか中山の直線の短いの後ろの子たちは間に合うか。外を回っていったのは13番抜け出したのは東海帝王だが後続も追いすがる200を通過東海帝王スペちゃん頑張ってスペちゃん頑張ってスペちゃん頑張って13番抜け出した先頭13番しかしそのパワーは13番今ゴールイン勝ったのは13番さあ月を制し三冠の一角を手に入れました。2着には成田大進3着に入ったのは12番なんてことじゃ、もう助からん。レバノン料理食べたから。なんでなんでここで勝ってるのが、マジャールロンドちゃんなの。すごい。ねえ、すごい目覚まし、目覚まし使いたい。いやいや、ここがさ、シンボリルドルフとかね、東海帝王って書いちゃったらさ、いやさすがにね、運勢運スカイとか書いちゃったらね、すごい、諦めがね、つくんだけど。やっぱり14着って書いてる。いやー、目をつぶってもう一回見ても14着って書いてる。
て力を鍛えましょう。パワー上げる。めっちゃ争いいけるって言うたのに嘘つき嘘つき嘘つき。訴えてやる。あの番組に依頼しちゃる。3連単。ねえ、なんでモブが買ったのよ。キーワンに来。ねえ、こんなのねえ、もう、むちゃくちゃだよ。今の多分、本当にね、馬券が待っちょるよ、本当に。ね、切り替えてく、切り替えてく。やばい。いいもん。次絶対、雑草歌うのはこっちじゃもん。現状を真摯に受け止めます。ハイパーディクト。トレーナーさん、ね、指示をお願いします。でもすごいイベントのおかげで調子は落ちんでよかったね、本当に。ねえ、ゆるとさんね、うちの配信はすごいモブのね、子がすごい頑張るんよ。よし、ストレッチ、ね、切り替える。いつでも始められます。とりあえずこれでランク上げて、いいのかな。集中集中。ねえ、モブちゃんの底力、すごいね。やっぱり油断ならんが。いやー、ほんとに大波乱のレースじゃったね。今日は何をしますか？あ、スタミナ。あ、そうなの。ねえ、目覚ましがね。嬉しくない。ジュンさん、嬉しくない。虐待するのは好きじゃけど、されるのは嫌なの。こっちの、ねえ、すごい、パワーで押し切るのは好きじゃけど、すごい、やられっぱなしはすごい、尺に触るね、もう。ねえ。お隣さんとも仲良し。うん。どうしよう。ねえ、そう、スペちゃんの行くせにさ、月がね、そう、入っちゃう。日本ダービーだけなんじゃよ。ねえ、すごい。ねえ、すごい。ゲームはね、すごい。頑張ってね、圧勝したいが。こっちかな、すごい。スタミナ。お願いします。はい、日本ダービーも。ねえ、ゆうとさんね、そう、もうリベンジにメラメラじゃよ、もう。ダービートレーナーにするため勝つと誓ってみせるのじゃった。一箇所を狙うならスタミナは250。そうじゃね、日本一の夢に向かって全力疾走してきますね。いやー、でもこれもスキル取れるものもうないと思う。取るんじゃったらこれスウェアス取りたいし。ねえ、そう、ワコウさんね、そう、マエストロ取っちゃうのがね、そう、調整はバッチリですね。あとは本番で350。60問足りんじゃろ。
れだけいい勝負ができるか。出走。プレッシャーに打ち震えながらもスペちゃんはまっすぐ前を向いてゲートへ向かうのじゃった。注目の2番に、いやー350スペシャルウィーク、あるぜ、足りない60は勇気とガッツで補うね。そしては負けていませんよ。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。2番ナリタブライア、6番人気です。タネポンさんね、スタミナトレーニングね、頑張る。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。悪魔さんは当てにせ、推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。1番人気は5番キングヘイロー、15番人気は9番、4番人気は8番日本ブルー。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。ねえ、悪魔さんありがとう。みんなのすごい応援がね、すごい力になっちゃるね。この子の魅力ですね。15番人気9番、結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。8番人気は10番メジローライア、12番人気は12番、7番人気13番シンボリルドルフ、5番人気は15番東海帝王、13番人気16番、18番人気は、いやー、さっきのレースのリベンジじゃん。これ元気がないですね。注目の2番人気1番スペシャルウィーク、1番人気こそ譲りました。ダービー自体は素質は負けていませんよ。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。その8がどれくらい影響するかじゃよね。にゃー、レース今度は縦画面じゃね、必殺技の演出見るね。出走。ね、気高く植えなきゃ勝てない。気高く植えるね。一番内枠、2番人気なんじゃよな。にゃー、勝負いきます。けっぱれ。ねえ、ウンスちゃんとキングちゃんが強く選定されちゃる。おー、かっこいい。日本ダービー、東京優秀、東京芝 2400m、 全ての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定跡を残すのは誰だ。ねえ、さん現在1番人気はキングヘイロー、3番人気にはセイウンスカイ、対抗するのはジュニア王者スペシャルウィーク。実力は1番人気にも引けを取りません。ねえ、そうそう、若き王者が実力を証明するか。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ねえ、ゆるとさんね、そう回復ね、すごい回復で。スタートです。あー、手遅れ。揃って綺麗なスタートを切りました。うまいことフォローできたらね、文句ないが。先行争いはけっぱれけっぱれけっぱれ。6番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、キングヘイロー、長丁場のこのレースですが、ブルボンちゃんにも負けちゃダメよ、スペちゃん、頑張って。油断しちゃダメよ。2コーナーへ向かって行きます。ミホのブルボン、快調に飛ばして行きます。いやー、すごい、なんかすごい、みんなバラバラになってる。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。それを見るように6番、その外並んで9番、1馬身離れて18番、少し後ろから16番、大丈夫かいね、発動するタイミング早くないかいね。メジロライアン、その内並んで12番、外を回って東海帝王、そしてその内14番、その内並んで3番、その後3、4馬身開いて成田ブライアン、2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。依然先頭はミホノブルー、ね、そう、ゆるとさんね、すごい縦長っぽい、縦長っぽい。1馬身差6番、すぐに続いてスペシャルウィーク、1馬身離れて18番、2馬身離れてメジロライアン、その内並んで16番、それを見るように12番、さらに東海帝王、さらには14番、その後ろ3番、成田ブライアン、並びかけてきた。1馬身離れてキングヘイロー、その内並んで4番、残り 1000m の通過。1馬身離れてジンボリルドルフ、後方2番手に7番、11番、現在シンガリラ、いい感じ、すごい。ミホノブルボン、どうでしょう、この展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。大きな聞こえたな、大きな聞こえたな。進出、ダービー取りたい。スペちゃん、頑張れ。最終コーナーを曲がって、最初に立ち上がったのはスペシャルウィーク。いっけー、スペシャルウィーク。待って、ちょっと、負けないで、負けないで、負
けないで。うん、頑張れ。いけ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 。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。夢を掴んだスペシャルウィーク。やったー、すごい。娘の夢を掴み取りました。やったー、嬉しい。2着はキングヘイロー。やったー、みんな見てる。やったよ。やったー、一番です。みんなの一番。やったー、嬉しい。ダービーのスベちゃんは最強最強最強ね。フラグ取れちゃう。ニャー、二つの取りたい。特殊実況出た出たね。もう夢中じゃったからね。すごい嬉しかった。ライブこのための脱走。いや、まるちゃんね、本当は全部勝ちたい。本当はね。すごい。スペちゃんの声入っちゃうんじゃないこれ。いや、かっこいい。ゆずとさん、本当にいいな、羨ましい。ね、最強センターじゃん。すごいすごいすごい並びじゃん。ねえ、すごい、かっこいい。ザッソー、すごい嬉しい。ウースちゃんの時にできんかった並びじゃん。ねえ、全員会話声入っちゃうと思う。ねえ、すごい、うちも嬉しい。ノリノリ。すごい、やもう、大量出血の乱数調整なんや。やったー、でもすごい勝てて嬉しい。炎症。やったー、一着。ね、いやー、すごい。みんなありがとね。ほんとにパチパチ。すごーい。ねえ、旅ガラスさんね。うちもこの好き。にゃー、上がるね。ほんとにこの曲。あ、悪趣味のカブさん。あ、G1 をなるべくね、取りこぼさないようにしたい。やったー、すごい、ステータスもめっちゃ上がるが。よいしょ。タヌポンさん、ありがとう。ワクマさんね。旅ガラスさんも、マサヒロさんもありがとう。みんなありがとうね。いやー、素敵なライブ見れたね。ねえ、ジュンさんね、すごいかっこよかい。かっこよい。
うちがね、すごいグワーって聞き込まれた曲なんじゃろう。うちはやっぱり夢をかけるかな。天皇賞秋の予約ね、するするするね。え、菊花賞まで時間あるけんね。エルちゃんにグラスちゃんなど数多くの強力なライバルたちに囲まれる。あ、そろそろ11時半ねえ、マリアさんね、そうそう。ガールズレジェンド U。そうなんだ、ゆるっとさんね。すごい。いいなぁ。ねえ、すごい。だってこのゲームになるぐらい有名なね、すごい。ねえ、生の、ね、レースとかそういうところでみんな生で見れるのすごい羨ましい。あ、そうかいね。空き店同じだから選択できんのかいね。あ、ウースちゃんに金華賞、天皇賞、春での賞が予告されたのじゃった。ペース。あ、ゆるとさんも、ガールズレジェンド U。ね。ローテーション。宝塚記念もある。ね、楽曲追加ね、してほしい。シニアでしか予約取れん。ほいじゃほいじゃ、シニアの。うん。ねえ、ジュノさん、とっちょく、シニアの、秋の天皇賞。これ、到着。日高ね、あ、引退馬さん、すごーい。ねえ、マリアさんね、あの、ハーフアニバーサリーね、すごい楽しみ。トレーナーさん。すみません。少し休んでも。お勉強。ねえ、旅ガラスさんね、日高で会っとるんかね、すごい。すごい、いろんなところ、ね、いろんなおまさんが見れるの羨ましい。そうじゃね。そうだよね、やっぱり。うちもね、ちょっとね、条件反射すぎると思っちゃったね。ねえ、そうそうそう。こっから合宿じゃもんね、こっから。そうそうそう。トレーナーさん。お勉強して、お休みかな。あ、日高は日本一の競走馬生産地。なるほどね、なるほどね。あ、そうなんだ。ゆるっとさん、すごーい。すごーい。引退馬さんや、新生馬さんのお世話です。すごい偉いね。和光さん、G1 いっぱい出してね、すごい。スキルポイント欲しい。よいしょ。いや、まさひろさんね、あれじゃよ。少し重いです。おやすみ。はい、バッチリ。夏合宿、あ、まるちゃん、お疲れ様。おつむい、また遊びに来てね。ね、うちらの目標はグッドエンディングじゃからね、ちょっと、ケラスちゃんともしかしたらってことあるかもしれんけど、その時にはね、ちょっと我慢するが、グッとこらえるが。菊花賞、天皇賞、春に向けて、しっかり鍛えなければ。走りたくて、走りたくて。
うずうずしちゃいます。いやーな、ちょっと夏合宿までやろうって、夏合宿までやる、夏合宿までやる。アンリミテッドインパクトも、アンリミテッドインパクトも好き。みんなが言うちょっとね、スタミナスタミナ、うーんほんまに友情ない、うーんいいいやー、ゆるとさん、そうなんじゃん。すごーい。お馬さん乗る。すごーい。いやー、すごい。すごいね、ゆるとさん。うらやましい。おいす。あれ、おかしいね。なんでだろうね。ここに、ここに。よろしくお願いします。サイゲさん、ここにショップが表示されんバグがあるんじゃけど、これは 1.5 周年で直してもらえんかね。走りたくて走りたくてうずうずしちゃいますね。え、賢さもありかね。ねえ、アンクルもねえな、ねえ、うちなんでのトンカチ使わんかったんじゃろう。そうね。ねえ、旅ガラスさんね。うん。うちもこれがいい気がしてきた。始めます。ば、ば、今なら何でもできる。ねえ、リセット。ねえ、リセットしちゃおうかいね。にょーん。うーん、微妙。根性もね、そうね。あげません。にゅー。おのれ第7波、許すまじ。一体いつになったらマスク外せるんよ。パオバー。いきます。レースに向けて、目いっぱい。スタミナ。ねえ、光らない、光らないんよ。こっち。始めます。ねえ、ワコワさん見習う。いやー、光らない。やっほー。あ、ウエンスちゃん。こんにちは。ねえ、すごい、頑張って奮闘するよ。ねえ、無意は光らんな。いやー、ゆるとさんすごいスタイル良いね。ねえ、大変なんじゃな、騎手さんも。ねえ、すごい、でも、ねえ、偉いね、すごい。厩務員さん。ねえ、ほんとほんと、エルちゃんね。下を選んで根性もらう。ねえ、根性あげる。ねえ、並ばない。ガーン。ウースちゃんに誘われて、人の多いビーチを離れ、海釣りへやってきた。ねえ、すごい。どうしよう。ねえ、こっちも。全然うちも踏んだり蹴ったり。うんすちゃんのはなんかねえ、すごい伝説のルアーとか使っちょりそう。ねえ、ぜひ。すごい釣り竿とか使っちょるね、きっと。
ねえマリアさんね、そう釣りといえばウンスちゃん。のんびり行こうよ。うんうん。え、でも根がかりとかせんかいね、大丈夫？レベル40の恋キング釣れるね、ほんと。いきますか。あ、工房筆を選ばずっていうか、100均のかもしれん。ねえ、どんなお魚釣り寄るんじゃろう。ナマラすごいね。ナマラすごいね。ハマったね。いやーすごいね、ウンスちゃんの育成終わったばっかりじゃから、すごいね。本当にウンスちゃんがね、すごいいろいろ考えながらね、そう釣りもレースもやっちょるのが伝わってくるね。ね、嵐救出者だもんね、復活してほしい。ね、ナマラ、ナマラすごいねって、かわよいね。ね、ゆるとさんね、すごい。釣りが上手なのはすごいね。あの、ね、モテモテになる。ね、見事な腕前。にゃはは。そこ知れないものを感じたね。えウンスちゃんのね、すごいハングリー精神すごいけんね。トリックスター星雲スカイね、え強敵になりそう。おうおう、まだまだ。おお、すごい落としたね、すごい落とした。やったー。おお、え、あの、たたもって言うんじゃったっけ、あの、網持ってこんと。サメサメ釣ってしもうたかいね。ねえすごい、一日中海で格闘しとったね、すごい。これは全ステータスがプラス50されそう。じゃあねー。あ、海産物ね、すごい、ゆるとさん漁師さんの知り合いおるね、うらやましい。ねえ、ジュンさんみんなかわよいよ、みんなかわよい。トレーナーさん、あ、コバになってからはスペちゃんが圧勝。あと、ねえ、みんな強いよね、ほんとに。これが、みんなが言うちょったのは、下じゃね、動じないハートを鍛えんと。はい。ハートをどうやって鍛えるね。ホラー映画をいっぱい見る。美味しいものを我慢。そんなー。ね。サンライトイエローオーバードライブ。ねえ、マリアさんありがとう。ちゃんと下選べたが。根性。ねえ、決意を持てばね、そうそう。ニュー、光らない。これ。えいしょ。いやー、終わっちゃった。合宿あっという間じゃね。ね。大
それが一番。エースちゃんね、すごい、最後まで、ねえ、試されとるんかね、うち。コバになってから、スベちゃん。じゃあ、シニアになってからね、そう。シニアになってからが本番。やってみせます。ね、本番までしっかり鍛えんと。お願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。ねえ、ゆるとさんね、すごい珍しい。いや、まだまだ諦めんよ、ち。トレーナーさん。すみません。少し休んでもいいでしょうか。ここで光るんかーい。ここで光るんかーい。出してよ。だーのー、あ、ゆるっとさんありがとね。すごいけっぱるよ。なーしんでここで光るよ。にゅ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 、しかもしかも固まった。よかった、脱出できた。すみません、少し休んでもいいでしょうか。ねえ、スタミナいっちゃおうかいね。ちょっとスタミナいく、スタミナいく。えい、お願いします。お願いします。やった、おやすみ。おおおおお、え、これはどっち？ねえ、すごい行ったよ、みんな行ったよ、ありがとう。 4% なんてなかった。で、パワーかな。本番に備えるだけ。これスキルポイントかなんかかな。ちょっと調べた方が良いかな。ちょっと待ってね。ちょっと調べるが。おお、大きくなっちゃった。あ、上のが良い、ジュノさん。上のが良い。上選ぶ。パワー。はい。体が少し重いです。40%。絶対ダメ。トレーナーさん。絶対ダメ。すいません。少し休んでもいいでしょうか。にゃー、ほいじゃほいじゃ。いや、面白い、今娘やっぱり。いやー、続き早くやりたい。体が少し重いです。これはあれじゃね、2日目はお休みから始まって練習するかどうかじゃね。次、喫下層ホイジャパンカップの有馬。賢さ取れ？トレーナーさん。4%。お勉強するのあり？ねえ、そうよね、ゆるっとさんね、ほんと。なんしてこれが夏合宿でピカピカしてくれんかったんよ。ね、お休みして次にかけるのに期待。ねえ、ないね。体が少し重いです。パッキーさんすごい。お休みしちゃう。強くなった姿、早くお母さんに見せてあげたいです。ジュンさん、ジュンさん。なんでじゃろうね、なんでじゃろうね、すごい。嫌な予感しか洗脳さよ。55円、55円、28円、断然こっち。ねえ、みんなこれ、
絶対スピードが良いよね。体力減っちゃうと機嫌想像優勝取れね。ねえスピード来た。ねえそう24時回っちゃう前にちょっと、うんこれにする、間違いない。えい、調整はバッチリですね、はい、シューキール、ワクワさん喫火症喫火症始まっちゃった。10万馬力、栄養補給、末押し、末脚じゃねえ、末脚取る、末脚取る、日本一の夢に向かって全力疾走してきますね。いやーどうす、いやちょっと待って、でもあのガンガンガン我慢我慢したい、我慢したい、ちょっとここで中断じゃね、レースがしたいです、今なら思いっきり力が出ます。ジノさんひどい、レースない、反論できんのじゃよ、反論できんのよ、調整はバッチリですね。一旦ちょっとお布団でお休みして、そう、リアル布団でお休みして、ちょっと、二日目にね、気持ちを切り替えてね、そうやりたい。ね。あ、13ね。日本一の夢に向かって。13ここで終わりやち。あ、13ありがとう。おつむい、遊びに来てくれてありがとう。一旦これでちょっとね、中断して保存するが、保存して中断。えい。トレセン学園って本当に広いです。私そのうち遭難しちゃいそう。ねえ本当に大きいよね、トレセン、トレセン学園は大きいね。うちも遊びに行ったらの遭難してしまいそう。免疫おじさんそれほどね豪快に行けるのよ、うまいね。ねえ、そうそう。ねえ、ゆるとさんね、そう、賢さも頑張ってあげたいね、すごい。あ、トリカルさん、ありがとう。ほいじゃ、ほいじゃ、よいしょ。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ここからはお名前呼びになるので一旦ご挨拶させてください。みんな今日はねスペちゃん育成1日目の配信遊びに来てくれて本当にありがとう。ねえすごい、みんながねすごいアドバイスしてくれたおかげでなんとかね菊花賞までね来れたが、二日目もね、グッドエンディング目指して頑張るけん。またね、よかったら遊びに来てくれると嬉しいよ。ほいじゃほいじゃ、お疲れ様。ねえ、すごい。夜遅くまで見守ってくれて本当にありがとう。おやすみなさい。おつむいー。はい。ほいじゃほいじゃね、ちょっとみんなのお名前読み上げするが。よいしょ。ひろさんさん、遊びに来てくれてありがとう。しもつきさん、遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさん、遊びに来てくれてありがとう。しろさんも、遊びに来てくれてありがとう。月の輪さんも、遊びに来てくれてありがとう。メイブゆきかぜさんも、遊びに来てくれてありがとう。カルちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。アンさんも遊びに来てくれてありがとう。
エクレアさんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。イーグマッシュさんも遊びに来てくれてありがとう。ふかふかめしさんも遊びに来てくれてありがとう。ヘクターさんも遊びに来てくれてありがとう。ミシさんも遊びに来てくれてありがとう。アイカさんも遊びに来てくれてありがとう。石山さんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。サフラディンさんも遊びに来てくれてありがとう。ヤヌイさんも遊びに来てくれてありがとう。コタさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。アイシャムさんも遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。アヤさんも遊びに来てくれてありがとう。ティーオルさんも遊びに来てくれてありがとう。エルピープルさんも遊びに来てくれてありがとう。ロレーヌさんも遊びに来てくれてありがとうね。トワルさんも遊びに来てくれてありがとう。マルちゃんも遊びに来てくれてありがとう。アクスミナカズさんも遊びに来てくれてありがとう。ラビニさんも遊びに来てくれてありがとうね。アミガラスさんも遊びに来てくれてありがとう。ユーダイニキさんもいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ジュンさんも遊びに来てくれてありがとう。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとう。トリカラさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。タヌポンさんも遊びに来てくれてありがとう。ゼルクさんも遊びに来てくれてありがとう。ムクロニットさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。マリアさんも遊びに来てくれてありがとう。マサヒロさんも遊びに来てくれてありがとう。ケイミーワイさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとう。カモちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。コナユウさんも遊びに来てくれてありがとう。マクオさんもいっぱい応援してくれて本当にありがとう。ゆるっと競馬ファンさん、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれて本当にありがとう。明日もね、2日目の育成配信するので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。おじさん、ただのおじさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。あ、みんなありがとう。警備ワイさんで、それは2日目に突着。みんなね、すごいありがとう。よいしょ。雑談モードに入ろう。よいしょ。ねえ、みんなすごいありがとう。ねえ、けっぱりで応援する。うちもね、けっぱりで応援するが。ねえ、和光さんありがとう。ねえ、ゴナユウさんもね、メインストーリー楽しみ。ねえ、次。頑張るもん。ねえ、和光さん、うちの方こそね、すごい。応援してくれて本当にありがとう。ねえ、なんか、雑談モードっぽい。ねえ、よいしょよいしょ。ねえ、みんなありがとう、本当に。おやすみなさい。いや、マリアさんね、全然気にせんで良いからね、本当に。ウマ娘をね、すごい育成しとったらね、こういうこともあるね、本当に。ほいじゃほいじゃ、みんなね、夜遅くまでね、すごい、見守ってくれて本当にありがとう。まだね、ツイッターで朝の配信通じてね、告知するけんね、よかったら遊びに来てね。ほいじゃほいじゃ、みんな、おやすみなさーい。おつむいーん。あ、ゆるっとさん、ありがとう。待っちょるよー。
すみなさーい。おやむいー。